夜明けのビートバイ富士ファブリック、さあ始まりました。そして帰ってまいりました、松田でございます。さあ行きます。重たい週明けの空気をサッカーでちょっと明るく、ご紹介ください。週明けゆらブン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 、はい、36回目、37回、嘘や37回目、僕休んでた、僕休んでたから飛びました。今37回目でございます。2週間ぶりの復帰、はい、元気いっぱいでございます。松村ラス、松林、トルコ行っておりました。アスラフィルム、望月さん、そして青木さん、そしてカズさん、どうもありがとうございました。いや、お世話になりました、本当に。もういろんな、皆さん、さあそして大人は参謀長です。いや、いる参謀長、はい、そして参謀長、お召し物いかに。イングランドユーロ2020、そうですね、ユーロ2020決まったんですね。開催国がむちゃくちゃある、12カ国のうちの1個がイングランドらしい。どうすんねん、さっき知りました。はい、さっき来させられましたさあそして私、今日ベシクタシのユニフォームを頂戴しまして、松田ってこと。16番、僕が大好き16番。お土産でもらったの？はい、お土産でもらいました。ただ、そして、今月のプレゼント。下に来ています。これちょっとね、ここにかけておこうかな。はいはい、大事なやつだ。はい、はい、今日の、今月のプレゼント、ベルマルでございますということでですね。これは投稿メールのプレゼント商品です。はい、はい、11月、12月、皆さん、どしどし投稿お待ちしております、はい、ということで。じゃあ、ご挨拶終わりということで、はい、いつものレギュラーコーナー行きましょう。さあ、そして、今日はですね、はい、もう延長戦必死です、うん。必ず延長します。もう先に宣言しておきます。はい、ただ、皆さん、絶対に面白いので、最後までステイチューンでございますということで、早速参りましょう。最初のコーナー、J レポート。はい、来ました、 J リポート、 J1 から J3 までをまとめてお届けいたします。さあ来ました、もうね、触れるのはただ一つ、ベルディすげえ、はい、すごかったね、後半アディショナルですよ ね、 やばすごかったね、三沢これ。いやいやいや、もう盛り上がりにね、次ぐ盛り上がり、まあね、うん、まあそして岩田がね、ちょっと明日からね、3番目にね、ということで、まあ皆さん思うところもあるでしょうが、監督が七海博士ですよ、うん、さあそしてズドン、はい、来ました J2、 あ、 J3、 あ、 J3 ですね、 J2 は終わってますから J3、 これはね、いや、もうすごい方ね、はいはいはい、うん、さあそして J ヘッドラインもう行っちゃっていいですか。上来た、はい、週明けヘッドラインいきます。 J リーグ日本代表編でございます。1つ目、 J1 全日程が終了しました。勝ち点41が5クラブにと、これね、最後のね、大混戦、岩田と名古屋とかみんな勝ち点41だったんですよ、はい、すごかったね。そして、2つ目、大分トリニータのニータンのツイッターが凍結ということでそれ松田と同 じそうですね、凍結ブラザーズ彼に並んだね、ニータンと今松田さんは並んだ、はい、っていう今もニータン、まあ、ただニータンね、あの凍結は解除されるから大丈夫です誕生日入れろって、誕生日入れろよって、はい、 OK、 次、はい、3つ目、ベガッタさんの妹さんの名前を募集ということで、これあ の後世まで残りますから、皆さんぜひ応募してください。4つ目、J1 参入プレーオフで、隣の建物の屋根の上の VIP 席から観戦ということで、これツイッターですごい話題になってましたね。ちょっと三沢のね、後ろは ね見えるんですよ。そうそう、見るからね。私も実は見たことあります。あるんや。あるんや。さあ、そして5つ目。川口義勝選手、25年の現役生活、お疲れ様でした。これからの人生にも幸を彼ということで。お疲れ様でした、本当に。もう当然、5つ目をピックアップさせていただきます。ニュース1本。はい。相模原の川口義勝選手が、相模原市の祇園スタジアムで行われた鹿児島との J3 最終戦に、フル出場し現役生活を終えました。試合後の引退セレモニーではクラブ史上最多記録を更新した1万2612人の観衆の前で別れを告げましたと。相模原の PK による70分の先制点を守り抜いて、1-0 で勝利すると、まあ、最後の試合でこういう終わり方ができ、これだけの人に足を運んでもらい、僕は本当に幸せ者だと改めて感じたと挨拶をしました。日本代表で正ゴールキーパーの座を競い合った楢崎正剛選手から花束を受け取り、涙ぐむ場面もありました。また別の立場で日本のサッカー界の、発展に貢献をしていきたいと、目標も語りましたと。25年間本当にお疲れ様でしたということでございます。ダゾーンが6分16秒の動画を上げたんですけど、うん、もうね、僕トルコで泣きましたからあれは泣くわ、うんうんうん、どんだけちゃんと喋んねん吉勝と。いやー、すごかったっす。もう本当にお疲れ様でした、本当に。まあ、そして、日本代表に、うんうん、貢献した選手が、
さらに日本サッカー界にこれから貢献してくれるというのはもうレガシーでしかないですからね、はい、もう次の活躍に期待しておりますということでございます。じゃあ J この辺でございますね。そうですね、はい。じゃあ次、R リポートなんですけども、 R リポートの方は、変わりますかね。はい、来ました。全国クラブチームサッカー選手権大会のお話です。これ先週やってたんですよね。そうです、そうです。僕説明はしてて、今日決勝があったと。結果ですからね、はい、はい、さあ結果出ますか。ズドン、ドン、出ました。パナソニック岡山サッカー部優勝、おめでとうございます。おめでとうございます。いや意外とパナソニックすごいですね。勝ち抜きに勝ち抜いて、なんかもう2位があれですね、アベントゥーラ川口だったと。あの本命なのか大穴なのか僕ら分かんないですけど残念ながら法隆寺が1回戦で負けてるっていう、このちょっとね。そうですね、あの先週盛り上がったんですよ、ね、やっぱりあのそうですね、法隆寺木魚ボールは使うべきだなって、ね、はい、僕見ましたよ、あの、うん、バモちゃんのすげえいじってたから。そうです。あ、見てたの。見てたわ。あの本当に先週も言いましたけど、いろんなチーム、ね、はい、ありますねっていうね。はい、ということでヘッドラインいきますか。いいですか。じゃあ5本、ニュース5本いろんなチームがありますね、はい、すげえまでもない。いきます。1つ目、栃木ウーバー、栃木市内で5000人規模ですよね、スタジアムを建設を計画と、早ければ2021年に完成します。2つ目、FC 大阪、東大阪市がホームタウン承認と、うん、これすげえな。3つ目、小倉隆文氏が FC 伊勢志摩理事長に就任。お、4つ目、三重県で2023年に新サッカースタジアム建設計画。これも三重だ、はい、なかなか荒れそうな話。そして5つ目、東北リーグ昇降格の復讐ということで、これね、はい、復讐がね、はいはい、もうあのね、ちょっと攻撃的な感じになってますけどもうんうん、今回、うん、ちょっとピックアップしたいのが5つ目なんです。なるほど、はいはい、東北リーグの昇降格のおさらいとかを全部したいんですけども、はいはい、あまりにちょっとやっぱり濃密なんで。そうですね、来週に回させてください。調べてみたらやっぱり複雑ですごかったね、はい、やっぱり東北すごかったということで、うん、はい、来週やりましょうっていう、はい、はい、ということで、あるニュースは持ち越すって珍しいですね番組史上初。そうですね、ニュースを持ち越 持ち越しいやでもあのちゃんと今シーズンのことなんで、来週やろうが今週やろうが、あの深いものは深いということで皆さんご期待ください、はい、ということでですね、まあ、今週の5本はこんな感じでした。はい、ヘッドラインでした。もう僕は4つ目の三重県のスタジアムをどのチームが行くのか、ビアかつそわそわっていうやつね。あ、そうね、ビアティンなのか鈴鹿アンリミテッドもね、はい、JFL 昇格してね。いやまあどこが来てもまあその後伊勢志摩がかっさらうのかなみたいなね、もしくは3チームのユナイテッドなのかなみたいなね、レフティーモンスターがね気になりますね、黒田先生、はい、ということで、これでもう以上前半コーナー順調、順調にレギュラーガツッとレギュラー終了で、じゃあ中盤の特集、はい、本日もいきます。画像から特集いきます、はい、ドンズドン、CHL2018 と、決勝ラウンド千葉会場、先週も特集しましたが、はい、先週はあの大会2日目を特集したので、はい、本日は大会3日目、この青の、うん、青の、外枠になっている2試合、はい、11月25日に行われた、まあもう1週間前の日曜日、はい、もう1週間経ったのかっていう、ね、いや早いですね、うん、もう1週間経ったんですね。あの週明けイレブンが、まあ、前者の頃からですけど10月のね、はい、総力を上げて週明けイレブンのスタッフはマジ総力上げてましたね。このチャンピオンズリーグのね、この11月25日まで本当にあの駆け抜けた2ヶ月だったなと思ったんですけど、はい、いよいよこの2試合をですね、今日ボリュームたっぷりの動画になってますので。そうなんです、もうねこれだけで2番組いけますからね。 そうだね、もう特番に近いぐらいのちょっと今日ボリュームなんで、どうしてもねあの、はい、残したかった、あのその彼らが何を感じて何を喋ったかをどうしても放送したかったので、うん、1週ずらして3日目を今日
この12月の頭にね放送することになりましたということで、はい、1試合目のですね FC カリアが4対1で JFC に勝つ試合から見ていただきますが、はい、VTR の冒頭がですね、うん、ベイガ監督のインタビューからスタートしてまして、それはですね11月23日つまり大会2日目のカリア対鈴鹿アンリミテッドで 1-2 で負けるんですね、うん、でまあ首の皮1枚、その JFL 昇格の可能性をまあ3日目に残した状態で、はいはいはい、まあ試合後のその鈴鹿アンリミテッドに負けた後のベイガ監督のインタビューを聞いてもらい、そしてカリアと宮崎の試合を見てもらい、はい、試合後にすぐ3日目のその試合後のベイガ監督のインタビューっていうのをこう、うん、サンドイッチする形で VTR 作ってるんで、なるほど、じゃあ早速じゃあベイガ監督のインタビューから、はい、試合の3日目を見てください。お願いします。どうぞ。バンボバンボ、これがあの鈴鹿戦の後ですね、うん、敗れた後の、向こうの一番強いところはそのセットプレーであって、まあ、前半10回ぐらいコーナーキックがありましたので、それを、まあハーフタイムの時にちゃんとチームと話をしてそう伝えました。いや、イポルタンチェラントはマイスゴールで、チェラントはマイスゴールで、まあ、前半でもまだまだいられるチャンスの向こうもあったので、まあ、そこでチームが抑えてくれたことがすごい大きいです。でそこで前半ハーフタイムの時に、まあ、話をしてまた立て直しました。そうですね、まあ、入ってくれた選手も体力もあったので、まあ、スピードともうちょっとこうマークの、守備のこうマークがもうちょっと前に出せることができたと。Passando o tempo, né? Quando está perdendo, o tempo passa mais, passa mais rápido. E aí falta um pouquinho mais tranquilidade para definir o segundo. Mas o monte tocou, o tsuite, やれば, それがまあちょっと落ち着きが足りなかったかなと。やっぱりちょっと焦り始めるとやっぱ時間の過ぎることも早いので、そこはちょっと足りなかったかなと思います。O problema maior foi que faltou atenção no detalhe dessa bola parada. Faltou, nós fomos atentos ali naquele primeiro gol.まあそうですね、まあ、セットプレーがやっぱり向こうが大きいので、まあ、そこをできるだけコーナーキックやらせない、まあ、そこでちょっと、まあ不注意で、まあ、1点決められたんだけれども、いつも言ってるのがその、まあ、向こうセットプレーをさせないこと。É, vamos esperar esse resultado de agora também, né, para ver se a gente vai ter chance no último jogo. Se tiver chance, vamos, claro que vamos trabalhar pensando em classificar.まあ、この次に行われる試合の結果で、まあ、ちょっと見まして、まあ、それに伴ってちょっといろいろと、まあ、プランを立てて上がれるように、頑張りたいと思います。という2日目の試合後のベイガさんのお話からなんですね。いや、なんかほんまピリピリ感がとんでもないな。運命の3日目を迎えて、こちらカリアの選手がウォームアップ、そして宮崎ウォームアップ、ちょっとこうドキュメンタリーね、ドキュメンタリー風に、先週もそういう作りにしましたが、三部長がこの V を作ったテーマがあるんですけど、はい、大会で2チーム昇格しますよね、うん、鈴鹿と、はい、この2チームは要は逃すわけです。そうですね、敗れた者たちが何を感じたかっていうのがこの特集の。なるほどね。今から言っておきますが、刈谷と宮崎の V の方が長いです週明けイレブンのテーマです。そうですね、敗れた者の声を拾うってこと。そうなんですよ、うん、すごい大事なことですから。勝者にしかスポットが当たらないメディアではないと、はい、敗れた者たちっていうね。ただこの第1試合なんでまだ結果は出てないんですよ。2試合目の松井次第では。そうですね、可能性を残してる状態ですよね。そしてこちらレジェンド、俺ちょっとジョージ与那城さんをこの彼やかなインサイド三号場カメラめっちゃ寄るやんジョージさんにさあ、この試合前のね練習風景から、うん、今日初めてこの主役イレブンを見る人もいるかと思うのでね、はい、千葉
市原臨海 ZA オリップルスタジアムの雰囲気は ねこんな感じなんですよっていうね、うん、こちら青いジャージの方がジョージ・ヨナシロ何回も出ます何回も何回でも出ます今日の V の中でも何回も出てきますからそしてちょっとスタメンのご紹介なんですけど、この JFC 宮崎には佐野雄也選手が3試合目にして初スタメンとなってきた。こちらが佐野雄也、そして黒津選手、J リーガーを、はい、J リーグを経験する2人、うん、そしてこちらおなじみのブラジル人フィジコ、もう気合い入ってました。カリアの選手たちですね、フィジコでフラズレーロ、さあおなじみの選手入場でございますから、これカリア7番中野裕太選手なんですけど、ものすごかったです、この一人でなんですか、あ、集中力を中に入ってる感じが、ね、ちょっとすぐ近くにいたんですけど、ものすごいヒリヒリするぐらい、うわ、ちょっとこう胃が上がって、横にいる僕の胃が上がってきちゃうっていう ね、 ありますね、すごい緊迫感で、すんごいオーラというか、で正直ね、高校サッカーとかじゃやっぱこれは見れないですよね、社会人だからこそ出せる緊張感というか、人生しょってんな。さあちょいちょいジョージさんの絵を出てきます。さあこちらがねジョージカメラ先週 の、 特集でありましたが、こうこの全地域紙はマルチアングルカメラなんで、もうあるいとあらゆる角度からいろんな人々の表情を撮ってますので、もう何台カメラがあるんだっていうぐらい週明けは総力を結集しました。すごいじゃんこの絵いいですね、ダゾーンに迫らんともする、カメラ台数でマルチマルチですよ、より引き、より引き、いろんな角度。10番。さあ後ろはFC カリアのサポーターです。はい。さあ。ミスター10番ですね、本当。何度でも抜きます。何度でも抜きます。さあこちらベイガー監督率いるカリアの。これ注目です。もう今やカリアの名物になりました。ね、いいです ね。僕大好き。この試合前のこの感じが。カリアの、はい、選手たちがすごく、さあということでキックオフですよ前半。さあこれはまあ4対1でカリアが勝つゲームなんですが、はい、得点シーン以外にもいろいろ試合のゲームの組み立てから見てもらおうと思ってね作っております。もう早々に動くぐらいですかこれ。さあ今右サイド宮崎選手がね、宮崎ガンガン行くやん。2連敗した宮崎だったんですけど、全然3試合目。おお、前から行った。よいしょ。闘志あふれるプレーがね、印象残りましたこの試合は。やっぱなんかなりふり構わない試合なんてやっぱあんま見ないですもんね、うん、最近。やっぱ決意が違ったんだなって試合後に宮崎の選手からも聞いたんですけど。いやもう、こさあこれです。うん、左サイド、ワイドに張って打ってきた。おお、これは多分別アングルあるんじゃないかな。ドン、ゴラッソ、鎌田選手、開始早々4分ですね、はい、このなんと FC カリアの得点を挙げた鎌田選手、鎌田選手本日12月4日に引退を発表したそうで、つい1時間前になんかニュースで、これが現役最後のゴールだったと。今となってはなんで貴重メモリアルな、はい、今1点目前半4分に浜田選手がゴール決めました。あのシュートが打てても引退を決意するんですね。すごいでしょ、あの左ロベルト・カルロスかっていう。サッカーって何なんだろう。もうさあ今ここファール取ってね、リセット、これ今ボールとこには佐野選手ですね。佐野選手ってのはディフェンスラインのセンターバックのちょうど前にいて、うん、ずっとゲームをコントロールしていくっていうね。そうですね、もともとフォワードだったんですよ佐野さんは、うんうんうん、清水商業から、ね、そうですね、だんだんこう後ろに下がってくるっていうね。まあただそういうディフェンスってやっぱり強いですよね、うん、フォワードの心理知ってますし。うわー、それでもこれを拾って、いや刈谷も刈谷でえぐいな。ここはガオフサイドになりましたね。
宮崎は前線にあの白坂選手と黒津選手というフォワードがいて、そこにまあ最初にくさびで当てるというやり方が多かったのと、あとはまあ左右、こうボールを運んだら、両サイド上がってくるぞっていうのが、いやでも刈谷の戻りがめっちゃ早い、中央から崩しますよ、打ってきた、そう、この右サイドの選手もダイレクトでガンガン打つ、ちょっとこう佐野さんと中野裕太選手のね、こうマッチアップをよりでよ寄ってみましたという、これ佐野選手ですね。いやこれね、ターンが美しい、ガツガツくる刈谷をこういなすかのようにね、はいはいはい、一回ちょっと一回、ね、中盤の底でね溜めてね、周りの動き出しをちゃんと見たりしてね、経験がもの言うてるな。おーい、刈谷のプレスすげえ。刈谷は本当前からのプレスは本当に素晴らしいですよ。取れますからあそこで。いやー、しゃがれた。このゲームでちょっと V で、はい、やっぱイエローカードがものすごい飛ぶカードだったんです。これが、まあ、1枚目です、ね。いや、まあでもやっとかないとですからね。宮崎の小笠原選手に出ました。でジョージさん、ちょっとこう今のはないでしょうっていうね。そしてフリーキック。リフレクト。生かすって。これはまあなんとか止めたんですね。止めて、まあ、さあ価値あるイエローだったわけですよ。いやー、これ決定機でしたね。キーパーナイスセーブ。さあこれです。ちょっとこの試合を左右する、はい、左のスペースに流れた選手、こうファールで止めるんですけど、うん、今ので最初のところでファールで、はい、ここでですね、1枚目のイエローが出るんですけど、センターバックのチェ・ポンウォン選手、チェ選手にね、うんうん、でフリーキックイエローが、うん、これがこの試合をちょっと動かしてしまう1枚目のイエローになってしまったと。あー、スーパーカウンター来た。もう出していいでしょ。いやー、よく戻った。いやー、イーソニック前で出してもよかったな。おー、でもここから続いてますね。まだ続いてますよ。なるほど。これ小澤選手ですね。これはフリーキック、スローインですね。これフィニッシュまで行きたいっていうシーンじゃないですか。小澤さんの今浮かし。触れる。大穴シュート。最後、ね。悪くない悪くない。もう調されたよかった。さあここから取ってですね、左下手に行く、中に出せたら、もうこのもう中盤のもうガチガチのぶつかり合いですから、ここはさあこれです、問題の。いやー、これ別アングルで取ってるんで、これでイエロー2枚目実は出てしまうんです、チェイス選手に。ちょっとレートだったと。まあ危険じゃ危険でしたね。これ横からの見てください。あー、右の膝に思いっきり入っちゃう。それはダメだ。もうこれカードが出てるんで、はい、チームメイト含めて、ね、これちょっとさすがにジョイさんも、まあしょうがない、今のは、うーんっていうね、さっきは猛抗議だったんですけど、なんでちょいちょいジョイさんのテレパシー聞こえるんですか。いや、僕、近くで聞いてたんで、ああ、なるほど。で、これで退場です、これ前半33分ですね、前半33分で実は宮崎が1人退場してしまうと、しかもセンターバックが1人いなくなってしまうというね。なるほど。 1-0 です。そしてフリーキック、ここは止めると。でそのままコーナーキック、カリアファーサイド、流れなかった。スキーパー、おー、ロングボール構成。もう1人、これもカリアのパターンですよ。これはカリア、ここからが取れるんですよね、またね。そうですね、競り合った後にここでね、3人目ぐらいがどんどん来るんでね。いや、本当長いボールを蹴る意味を知ってますね、カリアは。さあこれ、カッサラインです。なんか、いや、うまい。いやー、よどめた。これはグッセーブですね。さあ、まだまだカリアのアーリー上げてきた。いきますよ、波状攻撃。いやー、さあ、これが2点目のシーンですね。ドン。うわ、菅原選手コース右2発。なるほど。
まあそこのバイタルのこぼれたところはもうどんどんかっさらって、ね、そうですね、打てたらミドルのレンズでガンガン打ってくるっていうのもね、うん、カレーの特徴でしたね。いや俺前から行くのも結構リスクだと思いますからね。はい、さあこれで 2-0、 今もう前半40分ですね、うん、2-0 と。もう一度言いますけど、これ10人に今センターバック1人いません。そうですよね、うん、で佐野選手もう1回中盤からこうやってなんとか前にとは思うんですが、なかなか。でやっぱおここで前半終了、うん、っていう前半でした。 2-0 で、いやーなかなか厳しい。さあこっからなんですよ、この試合見てる者の心が震える後半がある自慢なんですけど、これ以上あるんですね。宮崎が戦うんですよ、こっから。もうやばいっしょもうこれ後半開始前のロックアウトから、はい、はい、諦めないっつって、我々は見せよう、我々はできるっつって、うん、さあ、 あの選手交代なく、宮崎も刈谷もいいですね、はい、いや監督分かってんなそういうの。もう一度言います、はい、2連敗してる宮崎が、うん、心折れてもいいじゃないですか。そうですね、折れないんです。 0-2 で10人ですからね。佐野雄也がなぜピッチに出てるかみたいな意味をですね、ここからみんなで感じ取りながらこの V を残りの後半と、まあ、試合後のインタビューも聞いてほしいんですが、長寿那代がピッチに送り出した魂ということですね、はい、状況的にはまあ 2-0 なので、はい、勝って勝ち点4積み上げて、うん、あとは2試合目の松江待ちというのが今カリアの状況ですね、うんうん、もうあの割とセーフティーリードの 2-0 ですということですね。さあ後半から、セットプレーですね、カリアの。いやー、Aボール、これがですね、実はキーパーのちょっと横の画面見てほしいんですけど、いやー、思いっきり顎に入ってまして、動けない。この後ですね、丸が出てプレー続行するんですが、はい、実はこのゴールキーパーの渡辺選手は、はい、試合後、試合終了してメインスタンドの挨拶終わったら、うん、過呼吸でその場で倒れてしまって、その後救急車で運ばれるというですね、おそらくこのプレーがずっと影響してたんだけど、こうアドレナリンが出てるんでプレー中は一切倒れなかったというですね、ちょっとそのプレーをちょっとね、どんな接触だったかというのをちょっと見てもらう。さあ、まあやらせちゃダメっていうのもあるけど、難しい判断です、ね、うん、それはね選手としてはやりますわな。多分本人多分もう記憶ないんだと思います、あの時できるって言ったけどっていう。難しいです ね、そういうとこはね。さあ、宮崎ここから反撃なんですよ。ワンタッチ入れてもいいんちゃう、もうダイレクト、これ2列目から飛び込んできたクロス選手のヘディング で、ね、さあここから一気に3枚替え来ましたね、ジェットストリームアタックですね。クロス選手と佐野選手ここで下がります、57分ですから後半のまだ12分かな、うん、ジョージさんが決断します、ここで3人入れるっていう、ね、若いのが入ってきたってことですよね、はい、多分、はい、いやなるほど、もう魂は浸透したと、また動けと、こっからなんですよ、宮崎が躍動してるんですこれゴールシーンです。うお、来た、お話、はい、2人だけできましたね今、はい、最後はね2人で、すげえ N システム来たと、もうジョージさんの J システムが作動しましたね、これ。これで1点差に追い詰めるというね、はあ、ちょっとやっぱり刈谷の選手が 2-0 になってからちょっと、はい、まあ安心したかなみたいな、その前に前にガンガン来るっていうのがちょっと止まったところで、この3人交代からのこの宮崎のこの反抗っていうんですか、その押し返していく力が10人なんだけど、あ、これがすみません、刈谷の3点目です。あ、セットプレーからうわー、ぽっかりこぼれたところ、また菅原選手ですね、これがまた、はい、2点目と同じ、3点目もこぼれてくるんですね、ああやってね、嗅覚ってやつですかね、
宮崎の選手がこれでまあ突き放した感じですね、はい、あのずっと1点差のままじりじり続いてたんですけど、うん、後半の約30分ぐらいかなこれは、うんうんうん、まあついついつあれですよね、うん、こあの得点した選手ばっかり見てしまいますけど、あの失点シーンって取られたディフェンスの取られた後の動く瞬間とかいうかタイミングの速さって結構大事ですよね、うんうんうん、ちょっと天見上げる人が多かったですね宮崎10人ですから、うん、いっぱい走ってましたよ、まあね、いやまあそれはそうなんですよ、ところがどっこいそれでも走るっていうね、まだ行くんですよ、いやあどうせそしてまあこうやって取られてカウンターを食らって、これ右サイドの突破から4失点目です、いやもうね、もう戻るのも3人ギリギリ戻ったみたいな感じで、ね、もうこれはもうフォーマットですね、藤本選手刈谷の藤本選手がダメ押し中のダメ押しの4点を決めて、これで4対1と、いやどのカテゴリーでも形があるとやっぱ強いですね、だって刈谷一瞬ちょっと足止まってやられかけてたやつをやっぱフォーマットに戻しゃやっぱ点取れちゃうんですもんね、そうですね、このプレーで最後、うん、試合終了と、うんうんうん、JFC 宮崎はこの決勝ラウンドね、3戦3敗全敗で勝ち点0で、初の多分この決勝ラウンド進出は JFC 宮崎初だと思うんですけどね、まあ、ただ苦いその勝ち点0のゼロっていう、なんていうんですかね、数字が示せないものがやっぱそうあるんですね、試合の映像を見てもらえれば分かると思います、これは試合後喜ぶ刈谷のサポーターの前でねもうね大体の高校サッカーのチョケ担当ですよ米川監督もね選手全員とこうやって3試合目を疲れた、そしてこちらあの宮崎からね遠くから本当に応援してくれたファンの方にね、うん、最後です、うん、みんなこう下を向いちゃって泣いてる選手もいっぱいいたんですけどね、宮崎の選手はね、でそういう若い選手をねずっと一人一人声かけて励ましている佐野優也選手がすごく印象に残りましたね、いや伝統は死んでないですね、こちらメインスタンドね、もうこのこういうセンターバックのキム選手がずっと泣いてるんですよね、もうで佐野選手も思わず下を向いて、あのおやつが、これは来るな、ジョージさんがずっと励ますってね、やばい、さあベイガー監督のインタビューです、勝たなければいけないという状況で迎えた、試合で、前半開始早々にリードできた点は、no primeiro tempo nós conseguimos fazer gol, né? A questão é isso, primeiro tempo, o que você diz sobre o primeiro tempo?O time estava pouco ansioso, né? Precisava fazer resultado, ainda estava preocupado com o resultado do outro jogo.Mas é importante que fizeram gol e teve volume bom de jogo. Teve até mais chance de fazer gol, né? De, mas そうですね。あの、もちろん、あの、こっちの結果だけじゃなくてね、まあ、次の試合の結果も多分みんな心配してたんで、まあ、そこであの1点が決められて、あの、まあ、こっちのものにすることができたのがすごく大きいと思います、初めは。あの、相手の選手が前半で退場してしまったことっていうのは、もう、あの、どうですか、これで楽になった、もしくはまだ油断ならない、一然の状況が続いたわけですか。Porque assim, foi expulso um jogador, né, no primeiro tempo deles, né? Que você acha? Que isso ajudou o time ou não fez diferenciado? Não, claro que ajudou, né? Com um jogador a menos, dificulta muito. O time da Nigéria tem um desgaste muito grande, com um jogador a menos, sente muito. E nós sabemos aproveitar isso. O jogador foi expulso, que nós trabalhamos em cima disso para forçar a jogada em cima dele.もちろんあの向こうがですね、あの、まあ、1人少なくなったことによって、まあ、体力的にも落ちているというのもありますし、それがもちろん向こうに深くかかったことはもちろんですけれども、まあ、こっちをそれを有利に使うことができて、あのとても良かったと思います。あの米代監督もブラジル出身ということで、何か特にお話しされたことありますか、ね、今日テクニックとチームためにブラジルね、vocês tiveram alguma conversa? Conversamos bastante, né? Excelente profissional, excelente caráter, né? Foi jogador também, jogou muito tempo aqui no Japão, chegou no final de carreira jogando na seleção.そうですね、あのもちろん話を しましたし、ですごいあのいいプロのでありますし、まあ、もちろんあの以前選手であって、あそこで監督ともなりまして、あの特に一、まあ、人少ない中であのすごい頑張ってましたし、で交代に、3人
交代した中ですごいあのプレッシャーをかけてきた形になりますので、すごいいいと思いました。Assim, desses três jogos que teve, né, qual foi o time que mais assim ficou na memória, assim, que foi mais forte, ou o jogador, time ou jogador que você destacou mais? O time que eu acho que tem uma qualidade muito boa é o Matsui, né? Um time que tem uma qualidade muito boa, um time que trabalha muito bem a bola, um time ofensivo, né, como eu gosto de futebol. まあ、自分にとって松井がまあ一番いいポジションかなと思います。あのまあ自分が好きなような特徴ですね、まあ、攻撃前へ進むっていうのがあのやっていただいているチームなので、すごいいいチームだなと思いました。で松井の19番が、まあ、選手としては、まあ、あのすごいいい選手だなと思います。また8番もそうですね。Terminou, né? 4-1. Obviamente que tem que esperar o resultado do próximo, né? Mas assim, vendo esses três jogos que teve até agora, o que você diz sobre esses três jogos? É, nós não jogamos todo o nosso futebol, né? Principalmente quando o Suzuka, nosso time, não teve o melhor momento. Nos outros jogos teve uma razoável, mas nós fizemos um futebol bom, mas não era aquele futebol que nós vinha apresentando sempre. あ、そうですね。まあ、いいサッカーはやったと思うんですけれども、まあ、自分たちがいつもやってるサッカー、やりたいサッカーが多分できてないと思ってるので、で特に鈴鹿戦だとちょっとやっぱりもうそこでもっとできるとは思ってたので、まあ、そこはちょっと2試合目の結果待ちですが、幸運を祈っております。Nós estamos torcendo por vocês, espero mesmo. Agradeço também o apoio de vocês, também a profissionalismo de vocês, né? Japonês é só faz coisa boa.そうですね、あのやっぱりあの、まあ、メディアの方たちもね支えていただいて、いつもありがとうございます。いい仕事をしていただいております。ありがとうございます。いいですか、ベイガー監督の試合後のまずコメントから聞いていただきましたと、うん、いやー重てえいいでしょう。ベイガーさんの言葉重てえな、うん、でなんかあのベイガーさんが緑色のシャツ着てたんですけど、うん、なんかブラジレーロがそのチームカラーみたいなの気にしないことはあるのかなっていう、その JFC 宮崎の緑リスペクトあるのかってちょっと考えちゃう。なるほど、うん、それだけです。あの、ね、あのジョージ・ヨナシロについてどう思うかっていう質問があったりね、はい、やっぱり今大会で一番やっぱ強かったのは松江シティだと、素晴らしいと、うんうん、特にフォワードの19番、これは松江の酒井選手のことなんですけど、はい、と8番宮内、うん、あの2人は本当に素晴らしいよと。そうですね、まあ、敗れ去った、ね、3位になった刈谷ですが勝者を叩いておりましたというかね、はい、まあ、これまだ1試合目終わったばっかのインタビューなんですけどね。さあ2試合目の、試合の前にですね、はい、この先ほど の, あのゴールキーパーが救急車に運ばれるというちょっとした騒動があってですね、実は2試合目のキックオフがもう始まっても、はい、松江シティと鈴鹿の試合が始まってもですね、うん、まだあのジョージ・ヤナシロ監督インタビューが実は会見が始まらないという事態が起きまして、2試合目のハーフタイム、はい、松江シティと鈴鹿のハーフタイムにようやくインタビューが行われて、この最初の40分1時間はずっと救急車の、ね、対応がね、実はこう舞台裏ではあって、サモッチはずっとそっち側にいたので、あの松江の試合をちらちら見ながらね、うんうんうん、いましたと。でその中であの試合後に刈谷の選手の、うん、2人と、宮崎の選手2人と最後に、うん、ジョージ・ヨナシロ監督にこの計5人に、はい、この大会をついて何を感じたか等々を聞いておりますので、うんうん、ここからはじっくりインタビュー聞いてください。それでは1人目は菅原選手かな、刈谷の、はい、うん、お願いします。絶対勝たなきゃいけないという状況で入ったゲームに、開始早々でゴールを取れたこと、かなり の, そのプレッシャーから少し解放されるという、ご自身はどういうふうに感じたか、ゴールを決めてどうでしたかということ。あ、そうですね、まあ、最初に浜田が、シュート決めてくれて、まあ、それでチームがちょっと落ち着いたのもありましたし、まあ、相手に退場者が出た中で、まあ、うちが決定機があったけど決めれなかった展開がちょっとあったんで、ちょっと嫌なムードがあったんですけど、うん、まあ、その中でその時間帯に決めれたのはちょっと良かったかなと、はい、相手もいじみしてきたなって感じはありましたけど、はい、まあ、それ僕らが受け身に立っちゃ本当にやられると思うんで、まあ、鈴鹿の時にちょっとそういう雰囲気になってしまったんで、ね、はい、まあ、そうならないように、そうですね、気持ちだけはしっかり持って戦うことができたかなと思います、はい、
ざっくりこの3戦、決勝ラウンドの3試合、点は引き分けれた、あの松井シティに引き分けれたというのは、少し自信というか、そうですね、まあ、僕らの中でもやっぱり初戦のその松江がやっぱり、まあ、初戦はもう大一番だというのが、はい、そうですね、一番肝だなと思ってたんですけど、まあ、そこで勝ち点1取れて、緩みはなかったですけど、まあ、相手も勝ったら上がれるっていう相手の状況もあって、でやっぱり向こうの方が少し気持ちが強かったかなとは思いましたね。そこで迎えた2日目のは肝心の鈴鹿戦なんですが、やっぱり前半がちょっとこうらしくない、そうですね、やっぱりこの3試合を通して言うと、あそこの2試合目の45分間っていうのは、まあ、あそこの前半の相手の勢いに完全に飲まれてしまった感はありますね。その中でもあの7番はやっぱりあれですか、ああそうスーパーなゴールを決めましたから、まあ僕らも、一応相手のキーポイントとして、はい、まあ上げてたとこなんですけど、まあ、そこをしっかり、うん、チーム内でどう捕まえてどう抑えるか、まあそうですね、まあ、そういうマーキングができなかったところはありますし、そこに出す手前のところとか、なんかまあいろんな対策は多分してたと思うんですが、はい、悔やまれるところはそこ、そうですね、まあ入れられないようにっていうのはしてたんですけど、シンプルに相手も入れてきて、はい、しっかりそのスペースを使われてしまったっていうのはあったと思います。はい、2018年の FC 刈谷のチームがこの試合で終了となったわけですが、はい、1シーズン通して今年の FC 刈谷どういうチームだったって菅原さんから見たら、まあ、そうですね、やっぱり年齢的にも若い選手が多くて、まあ、一番上でも、まあ、30歳いってない選手で、中野さんが、そうですね、はい、なんで、まあ、僕らが、まあ、僕がその一つ下の年代になるんで、僕らが一応ベテラン的なその立場で、まあ、若い頃は引っ張っていってたんですけど、でも若い頃もその、なんですかね、自分の持ち味をしっかり出そうとしてくれて、まあ、誰が引っ張るというよりもチームとして一つになれてたのが良かったかなと思います。じゃあ来シーズン以降もいいチーム、若い選手を育ちながらいいチームになると思います。ああ、そうですね。はい、今日はあの絶対に勝たなきゃいけないというまず最低条件がそれだったんですが、あの試合に挑むにあたって中野さんが考えたことは、まあ、本当自分たちを信じて、まあ、チーム、まあ、自分たちを信じるということをまずしっかりやった上で、実際どうですか、あの、まあ、前半のいい時間帯でもうすぐ先制してから、そうですね、本当1点目がいい流れで入ったんで、まあ、立ち上がり早い得点っていうのは結構流れ悪くなるかなと思いますけど、そこまで悪くならずに、まあ、1人退場したっていうこともあって、まあ、すごく、まあ、余裕持ってできる部分が多かったっていうところもありますし、まあ、チーム全体がもう1点しっかり取りに行こうっていう、引く気持ちではなくて前に出る姿勢が、強かったので、そういった部分がやっぱり、勝利につながったんじゃないかなと思います。1人少なかった宮崎の選手少なくなったとえ投手を失わずに最後まで来てたと思うんですが、それは、そう、まあ、後半も1失点した時はもうどうになるかなっていう分かんない状態だったので、まあ、本当取りに来てるな、勝ちに来てるなっていうのをすごい、感じたんで、まあ、僕たちも油断できるところが本当なかったんで、3-1になるまでは実は余裕がないというのが実はプレーしてて、はい、ちょっと早いんですが、この決勝ラウンドの3戦をトータルで振り返って、はい、今年のこの刈谷のチームの出来もしくはご自身のプレー内容、まあ、シーズン全体通して、まあ、本当ギリギリな部分が多かったんで、余裕な試合っていうのはほぼなかったんで、僕たちは本当ギリギリの中で、まあ、最後まで本当ギリギリで上がっていくっていうところだと思うので、本当チームが本当一丸となって、まあ、本当に他のチームと比べても力的には落ちると思うので、まあ、その中で、よく勝ちに来れたかなというところが本当正直な気持ちですね。まあ、個人的には一番、年齢が上なんで、まあ、自分が一番年上なんで、まあ、フォワードとして、まあ、ゴールを取ったりとか、前線でしっかり体張ったりとか、そういう部分で、チームを引っ張っていければいいかなと思って、そういう部分は本当に譲らず、やってこれたかなと思います。初戦の松井シティ戦なんですが、
前者の決勝の再びという、この決勝ランドの1日目にこの入った感じと、この1日のドローっていうのは、手応えっていうのは、あの当時は、長尾さんはどう思ってますか？いやー、強かったっすね、はっきり言って。僕らも、まあ、セットプレーで1点、やっと取り返したっていう感じで、まあ、後半は逆転できるチャンスもあったんですけど、やっぱり前半の展開とか内容を比べたら、本当、圧倒されていましたし、まあ、後半はしっかり立て直してやってこれたかなというところで、まあ、正直、やっぱ勝ちたかったんですね、負けてたんで、前回は。しっかりもう1点取って、勝ち切りたかったかなっていうのが正直な気持ちでした。相手に、まあ、1-1で初戦を終えたことで、これは勝ち点7で首位を突破できるという、その手応えっていうのも多分あったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、流れ的にはなんかいけるんじゃないかなっていう感じもありましたけど、やっぱりこう鈴鹿の方が勢いがすごく感じましたね。鈴鹿の前半の勢いっていうのが、僕らはやっぱり止めれなかったという、我慢しきれなかったところが、やっぱりこう鈴鹿を乗せちゃったところかなっていうところもあります。そうだった相手というか、もう厳しい1日目2日目っていうのが、そうですね、まあ、どっちもやっぱり前半もっと我慢できたらよかったかなっていう感じですね。後半やって、しっかり立て直して、やれてる部分が多かったので、松江にしても鈴鹿にしても後半のところは良かったんで、まあ、前半本当失わずに我慢できていれば、うん、まあ、自分たちの展開に持っていけたんじゃないかなとは思います。今大会、まあ、決勝ラウンド中1日休みだったじゃないですか。あれは監督はいろんな方に聞いてもその方が良かったと思うんですけども、選手としてはどうでしたでしょうか？どっちも変わんないかなっていう感じですね。でも気持ち的にはもう早く終わってほしいかなっていう気持ちの方がなんか一日間空いちゃうと、なんか変にこう気持ちもこう上げ下げもできないんで、だからこう切り替えっていうのはなかなかちょっと難しかったのかなと思います。難しいですね。特に鈴鹿の敗戦の後のこう気持ちの持ってき方っていうのは、一日この空く中ではすごく難しかったかなっていう感じはありました。はい、今回はその辺 この気持ちの部分、疲れというよりも気持ちの部分というものが非常に重要だった。そうですね、気持ち的に厳しかったですね。やっぱり前者5試合やった時 の長い中の気持ちをこう持ってきてようっていう感じもあったんで、まあ、あんまり疲労度的には変わらないんで、もうそれだったらパッと終わってほしいなっていうのが正直な気持ちですね。あったんですけど、まあ、僕たちは本当お金っていうよりもこのサッカーで上を目指してやるっていうところをやってるんで、まあ、本当そこはしょうがない部分で、まあ、本当、まあ、本当、まあ、夢を追いかけてやってる部分を、いろんな人に感じてほしいと思いますし、僕たちがもう人生を変えるっていうところ部分で、やってるんで、そこは本当、しょうがないかなと思います。まあ、逆にいつも仕事してるんでコンディション的にはすごくいいんですけどね。はい、すみません、最後に、はい、この3試合目で2018シーズンの FC 刈谷の試合が全て終わったということなんですが、1年間通して今日も刈谷のサポーターたくさん来てますし、いろんな企業さんや含めてバックアップしていただいてますが、この今シーズンを終えたという意味で何かメッセージを最後いただければ。まあ、本当今僕の年齢でサッカーできてるってことは本当幸せですし、本当周りの方の支援であったりとか、本当助けっていうのがすごく感じてますので、僕の今の年で、こうやって上を目指してやってるっていうところは本当幸せを感じてます。本当、感謝の気持ちしかありません。本当グラウンドでしか、返すことができないので、そういった部分では最後まで本当やりきることができたかなと思います。本当1年間ありがとうございました。お疲れ様でした。この1戦目2戦目を連敗して3試合目今日に臨むにあたって黒さんが何を思って、まずは、まあ、2戦目終わった時点で、まあ、昇格がちょっと厳しくなったということでしたけれども、まあ、1年間やってきたことを今日発揮しなくちゃならない、本当に無駄な1年にしないように、戦おうとは全員が話してました。まあ、結果3戦全敗で、まあ、もちろん最後の
今日も負けましたし、まあ率直に、まあ、僕自身も含めてですけど、チームのこれが力なのかなと痛感してます。あと、まあ、正直メンバーも揃うか揃わないかみたいな意識もあった。ジュイさん言ってました、1月2月の時はもういなくて困ったって言ってて、はいはい、もう分からないですし、まあ、僕自身も初めてこういう経験させてもらって、分かったこと分からなかったことはありますけど、まあ本当に強いチームがね、地予選からいる中で、まあ、九州リーグ勝ち上がってここまで来ましたけど、まあ、勢いは確かにあったと思います。やっぱりね、これ最後の決勝なんで来るとやっぱり、もう1個、2個レベル違うし、普段やってることができない、また出させてもらう、そういう やりたいことを出させてもらってないのか分かんないですけど、それも含めて実力だし、運だけ、勢いだけでは、たとえ上がったとしてもすぐに下がってしまう、落ちてしまうっていうのが現状だと思う。このやっぱり決勝ラウンドのやっぱり何かしらね、こう感じないともったいないですし、ただこういう経験をできること自体がものすごい貴重な、そうですね、選手にとっては、はい、まあ、選手にとっては本当に限られたチームしか経験できないし、はい、全国の200ぐらいのクラブが この4の中に入りたくて1年間やってたんだよね。まあ、そういうのをやっぱり聞くとですね、その90分間かける3試合できたというのはありがたいですし、はい、もったいないですし、そうですね、1年間また、ね、チームとしてこの経験を生かして次どう成熟させるかっていうのが、まあ、各々の課題だと思って、この地域リーグ、5部リーグでプレーするということで感じるその、まあ、ギャップというか、はい、あの試合感覚ですかね、あの連続して九州リーグ特に土日ですもんね、はい、まあ、1次ラウンドも3試合連続ですし、びっくりしますよ、ここも前者ももしかしたらね、3日連続、4日連続だったかもしれない、ね、はい、まあ、2次ラウンドも1日おきだし、なかなかこう受け入れるには経験したことのない疲れとか、まあみんな疲れてると思うんですけど、その中でメンタルとかをどう立て直すかとか非常に勉強、黒田さんにとってもこんなチームあんのかとか、こんなスタイルあんのかとか、はいはい、まあ、驚きの連続だったんじゃないか。鈴鹿さんとかも、ね、本当に強烈な2枚いるし、はい、前ですね、まあ、高さもあるし、はい、まあ、1次ラウンドでは引き分けましたけど、こういうところで本当に実力の差が出るかなっていうのを感じたし、じゃあうちはそこの、ね、高さ強さで勝負するんじゃなくて、他の、ね、ビッグポイントで、そうですね、まあ、勝負しないと走ってつないでっていうところがね、はいはい、それができないとうちの強みはなくなる。同じ九州リーグにあの高原さんのチームがあるっていうのはどうですか、はいはいはい、森さんとかも見て、そうですね、まあちょこちょこ喋ったりもしますけど、まあ、圧倒的にやっぱり向こうの方がね力もあるし、あの試合した中で出てなかった人は1回目は5ゼロで負けてますし、はいはい、まあ、2回目は1ゼロで勝ちましたけど、まあ、トータルしてあの、まあ、総合的にはやっぱ向こうの方が上ですけど、それだけじゃやっぱ勝ち抜けないっていうことですよね、感じたし、やっぱみんなこう必死になるし、まあ、当たり前なんですけど、それを、ね、こういう舞台で発揮できるっていうのがその強みだと思うので、それプラスやっぱしっかりしたサッカーをするっていうか、ビッグポイントを出すっていうのが大事かなと、まあ、出せなかったのは本当に実力ですね。なんか、久しぶりのこの出場、あの、岐阜の1試合目以来で、はい、思いのところはどこにあったかとかちょっと教えてください。もともとね、怪我をして、まあ、できる状態じゃなかったんですけど、1試合目終わって、2試合目終わって、で、まあ、可能性がなくなって、で、まあ、ただ、その宮崎があのこう2試合を通して、まあ、このままじゃ終われないなっていうのは、こうもっとできるぞっていう示したかったっていう、こういう全国のこういう場で、まあ、結果的に一応で、ね、負けましたけど、まあ、キャプテンとしてやってきて、まあ、ジョルさんとやってきて、まあ、率直にこのままじゃ終われないっていう気持ちでした。
今日が一番3試合目が一番戦ってたんじゃないかなと思って見てたんですが、1試合目2試合目と比べても、そうですね、まあ技術的なところはすぐに変化はないですけど、まあ、とにかくみんなで一丸となってこう戦っていこうっていうのを5試合前から話して、まあ結果的には良くなかったですけど、まあチームとしてはいい終わり方ができたかなと思います。あの監督のジョージ・ヨナシラ監督がですね、いつも記者会見の時に佐野さんの話をしてくれて、そう言われる側の佐野さんはこうジョージさんのサッカーをこう何をこうどう体現しようといつも心がけてこの今年1年をプレーしてきたかというのがありますか。まずはジョージさんが言うのはいつも一つになって仲間としてしっかりこう出ている選手も出ていない選手も一体感を持ってやるって、そこをとにかく常に練習から、ね、気をつけてやってきたし、サッカー的なところじゃないところもジョージさんの仕事を増やさないようにっていうのはずっと心がけていましたけど、まあ、とにかくもう今日自分が出たのもう全てはジョージさんのためだし、まあ2連敗しましたけど、まあ、結局結果的には3連敗ですけど、2試合終わった後にジョージさんが作ったチームがこれと思われるのは非常に悔しいですね。悔しかったので、まあ、自分の足がどうこうっていうのはもうどうでもよかった。もう何度も達成できてもらったし、というのは出し切れたというのはありますか。まあ57分間の出場でしたが、いかがでしょうか。まあこんなもんじゃないっていうのはまだ継続してね行きたいと思うし、まあこれから先チームとしてどういうふうに動いていくかというのは分からないので何とも言えないですけど、この JFC に加入するジョージさんが直接誘って呼ばれたとは思うんですが、まあ、去年まで、まあ、その丸安だったりその前の SC 坂本、いくつものチームをあの経験して何が違いますか。こうジョージ・ヨナシラが監督のチームというのはありますか。そういう、まあ、自分はもうずっと自分のためには、まあ、生きれない人間なんで、誰かのためにと思わないと力を発揮できないタイプの人間なんで、まあ、それがジョージさんだし、こう嘘とかなく普通にあの人のためならサッカーできなくなってもいいっていう、最悪歩けなくなってもいいって思えるような人なんで、結果的にこう上に上げれなかったら何とも言えないですが、1年間通しては若い選手も含めて成長したっていう、何かこのチームが、うん、もうもちろんそこは成長したし、そうですね、非常に難しいチームだなと思ったし、その経験がないんで、みんなにだからこうどう自分とジョーさんの経験を伝えていこうかっていうところで、まあ難しいところはありましたけど、まあみんなこうついてきてくれて、まあ本当にこちらは感謝しなきゃいけないなっていう立場ですね。まだサッカーの未来が続くと思うので、活躍、ジョージさんと一緒に活躍すると見たいと思います。まあ、3試合目でやっとこうその雰囲気に少し慣れたかなという感じもしましたので、終わり方はそんなに、まあ、スコアを考えたときに少し苦しいんでしょうけど、まあ、1人早めに1人いけなくなって、それを考えたときにみんなよく頑張ってくれたなというふうに思います。あとやっぱり点一つ、一点取ったことにも大きな意味があるかなと思います。はい、あのまま終わると、どうしてもその悪いイメージしかなく、で、彼が入ったら少しチームも変わるし、やり方も少し変わるし、選手たちも少しこう、リラックスした感じで、サッカーができると。で、そしたら少しこう、いいイメージで変えられるかなと。で、本人もすごい責任感の強い人で、この2試合を見て、どうしてもやりたいということもあって、はい、ですからもう宮崎行って来てもらって、でどうしても昇格したいという気持ちがすごく強くて1年間過ごしてきて、で彼の良さだと思います。本当に性格的にも素晴らしいし、で、きつい練習でもみんなを引っ張ってくれるし、状況が良くない時には
自分で犠牲になって、そういうふうに今日みたいに試合に出て、なんとかみんなで、戦おうという気持ちを強くあるんで、自分にとってはもう最高の勝ち負けかなというふうに思います。はい、JFC 宮崎のサッカーとしてはここができたなっていうところと、まだまだ、チャレンジしなきゃいけないなっていう部分と、そうですね、この2試合終わった途端特にはほとんど何もできずにやって、で今日も内容的にあまり良くないですよね、ただやろうとしてることがあるんで、なんかその2試合とも気持ちも全然前面に出せずに終わってしまって、で今日はまあ逆に結構前出るようになりましたんで、まあとにかく、まあ、サッカーですからね、前に出ないと始まりませんから、はい、前に出て、まあ、結局4点取られたけど、まあ、相手を少し追い詰めながらね、前に出るということがまずあったんで、それはすごく、まあ、一安心したなと思います。その前に行くぞという気持ちが3試合目が一番出たかなという感じですか。そうで、まあ、一番出たというか1試合目2試合目って全然出てないですね。出てないかな、ですからやっぱり佐野がいるってこともあって、で、まあ、怪我しててでも出るということになったら、まあ、周りもそれに、まあ、少し良くなったのか。今のお話聞くとやっぱり連戦の疲れとかではなく、やっぱり気持ちというか、その、まあ、浅野さんがいるっていうのもそうですけど、何かこう、選手一人一人連戦の疲れだったら一番ピークですね、ですよね、のはずですから、はい、で今日一番走ってますから、一番走ってるというのは、でなおかつ一人足りないんで、そうですね、10人ですから、ですから点を取った時に追い詰められるような状況もありましたからね。そうですよね、ですからそこはサッカーはすごく不思議だなと思ってですよ、ね、見てました。はい、あれだけ走ってくれると、まあ、期待もできるのかなと思います。今日のその刈谷、はい、昨日の松江、はい、強いですか、いかがですか。鈴鹿は2トップがすごいとおっしゃってましたが、はい、鈴鹿の2トップです、ね、結局苦しみられました。松江の凄さというのは上司さんからですか。全体的の、はい、なんですか、ボールに対する人がいつもいるんですよ ね、はい、だから動いたらみんなで動く、で行ったらみんなで動く、全体的にボールにいつも絡んでますって、はい、3、4人、5人で、だからあれはいいですね。やっぱそれはもう運動量ですよね、運動量がないとはできないですね、予測もあって、こう動き直しですよね。そうですね、ダメだったら動き直す、でもどうしてももらわなければいけないもの、動き直したらもらえますから、それを動き直さないともらわないんで、だからそれは我々の課題ですね。昨日もやっぱり一昨日もサッカーさせてもらってないですよね、やっぱりシングかけられて、で動き直しもなく、結局人のケツを追いかけるばっかりなんですよね。そうですね、そしたら疲れますよ ね、 そうですね、でみんなで動いてサッカーやったら疲れは少し減りますね。ジョージさんはそれをやりたいわけじゃないですか。もう僕が見てたジョージさんのサッカーはそうだったので、相手を疲らせてやっつけてたので、少し時間をかけてもやりたいですね。やっぱり一つの地域リーグでもあれぐらいのパーフェクトなチームになるんだっていうのが新たな、そしたらどこのリーグでもいいですよね。蹴って走ってると相手が強ければもうそれでアウトですから、でもみんなでこうつなぎ出したら、まあ、見てる方も面白いし、こう未来のあるっていうのは多分日本のサッカーもそういうものを本当どのクラブもどのチームもまずは基本的にはね、ですけど時間が難しいですよね。それが難しいのがまたサッカーですよ、はい、だからいいですよね。だからいいですね。松井も時間かけてますよね。3年かけてますって言いました、はい、だからやっぱりいい監督なんでしょうね、信頼されてるんでしょうね。3年も1点も誰も続けますから、うちはこの空気に飲まれたっていうのがありますね。ですからその空気はもうみんなで経験し始まったらまた変えたらいいなと思います。ジョージさんのサッカーマンとしてのチャレンジはまだ続くとは思うんですが、まだ JFC でやり残していることはいっぱいあるんじゃないかな。いや、このスタイルをね、いつでもどこでもできるようにしたいですよね。
ただ来年のことですから。ですから。続けさせてもらえるんだったらそのまま続けますね。あの変えることはないですね。これだけはもう。ジョーさんの哲学ですよね。ジョーさんの哲学ですね。はい、変えろと言われたらもうどうじゃ私じゃなくていいだろうってなるんですね。そうですね。はい、そう答えます。どこのチームにいても、ジョーさんのサッカーというのは。そう答えます。というわけでたっぷり聞いていただきました。これもうジョージステッカー作んな多分そうですか、されてるんですね、かっこ笑っていう、ちょっと照れるっていう、めっちゃ可愛かったもう一度インタビュー出た方紹介しますね。まず FC カリアが菅原選手1人目が、うん、2人目が中野雄太選手、うん、フォワードの、あの最初選手入場の時に一番後ろで7番つけて、はい、こう鬼の形相だったっていうね、うんうん、で3人目が宮崎のフォワードの黒津勝選手、はい、元ね J リーガーでしたね、うん、そして4人目が、ミスター佐野雄也です、うん、侍ですね、あの人。侍でしたね。いや、マジで侍の顔してましたね。侍です。はい、そして5人目が、うん、監督のジョージ・ヨナシロ、ミスター読売。いやあの、この1試合目はね、共に昇格ができなかった2チームですから、うん、結果的にね、はい、敗れ去った者たちの男たちが何を感じてね、うん、この今シーズンをやってきたかとか、サッカーにどう向き合ってきたかとかっていう話でしたという、以上。なんかちゃんと考えてサッカーやってんすよね、みんな。やってますよ。いやインタビューしなきゃ絶対わかんないよね。めっちゃ賢いもんほんとなんかね、サッカーがチャラいと思われてるのは悔しいですね。だからまあこれを放送ね、今日こうやってリアルタイムで見てる人、うん、アーカイブで見た人それぞれが感じて、はい、それをこう人に伝えてほしいですね。そうですね、この番組見てほしいですね、もっともっとね、うん、皆さんもメディアです、はい、ということで、この以上の1試合目を踏まえて2試合目見ましょう、はい、今度はこの松江シティが、まあ、最終的には勝ち点7になってね優勝するわけですが、この時点ではまだ勝ち点4だったので、さあ勝てば勝ち点7で優勝するという試合のさ、早速じゃあ試合のもう動画からいきますからお願いします。動画です、はい、さあこちら到着したバスのね、はい、お出迎えのところからちょっと、はい、サポーターたちがこうやってこういう感じなんですよ。うーん、こちら鈴鹿の選手たちです。これキローラン選手ですね、センターバックの。そしてこちらが松江のバス到着と。意外と多いんですね、バスは。はい、皆さんあの市原市のホテルでね泊まって、はいはいはい、お試合会場といつも往復でっていう、こんな感じなんですよ。お出迎えみんなでこうハイタッチして。いやー嬉しいですね、選手にしてみたらこんな、決戦の直前っていうね、こういう感じで試合会場入ってきましたっていうね。さあこちら毎度おなじみ鈴鹿アンリミテッドサポーターのラジオ体操の絵から試合前のアップのちょっと鳥かご練習みたいな感じで、ね、こちら松江が、うん、さあこちら松江のね試合で練習風景です。さあこっからもういきなり選手入場と。こちらもあのこの2試合目もマルチアングルでありとあらゆる角度から、さあ選手入場ですよ。いやいい絵だなこれ。いい絵ですね。ちょっと晴れてんのになんかちょっと熱気でなんか曇ってるというか、もうすごいです。さあ晴天、そうですね、 2,3 時ぐらいの影ですね。そうですね、うん、鈴鹿は2試合終わって勝ち点6、松江が勝ち点4、1分け1勝で勝ち点4と、うんうんうん、はい、さあ気候です。この試合いきなりゲーム動きます。開始2分、はい、もう見ててください。松江が先制します。前から行くか、松江の特集ですね。もう前線の前半の特にこうプレッシングっていうのはもうピカイチでしたね。全社決勝、地域決勝を通しても田中監督が作り上げたスタイルですね。キローラ選手ここクリアしてもう一回弾き返して、これがこれを拾う、ここなんですよ。
これ逆サイ振ってもう一回振るんですよ、ビョン。いやもうもうぴったりで、これでコーナーを取る。あさあここからゴールシーンです。ドン、いや、うわー、うまっ。ニアサイド、インサイドですか、今回したの別アングルで出ました、マルチアングル出ました。ドン、いやうまっ。うまいですね。ゴール決めたら酒井選手です。19番ベイガー監督が褒めていたあのフォワードは素晴らしいと言ってた、フォワードの19番酒井選手の先制。鈴鹿3試合目でかなり選手スタメンを7人かな7人か8人、うん、あの2試合目とは変えてます、うん、あの昇格を決めた後の3試合目でね、出場機会のなかった選手が中心になって、なるほど。センターバックのキローラン選手は3試合フル出場ですけど、そこら辺のなんかこうチームのやりくり、はい、結構大事ですね、選手の。8人変えたそうですね、鈴鹿はね。おー、来た、わーわーサッカーの盲点。いやもう一枚後ろからね追い越してきたらもう決定機だったんですけどね。さあここからセットプレー、うん、実は松江というのはセットプレーで失点するのが、まあ、唯一多いというか ね、 うね、松江の失点パターンと違うんですよね、ここは。まあ、むしろセットプレー以外はほぼ完璧に守れるということですかね。そうですね、松江ですらセットプレーで、まあ、その松江がセットプレーで先制するというのがね、またこ の、まあね、このゲームのね、あの味噌ですよね。なんかわーやというか、フリーキックなし。前半の松江は、非常に松江らしく、こうやってボールをちゃんと握り、ゲームを握ってね、スペースにね、あの動き直してちゃんと顔を出してね、これもいやーオフサイドになりましたが、もう1点ものでしたね、今のオフサイドですけどね。松江の選手は全員1回ちゃんと持ち出すんですよね。そうなんです。でその持ち出した後のパスがちゃんと正確だし早い、もうすごくトレーニングされてます ね、 ね、このサッカーのスタイル。これなんですよ、1回持ち出してからちゃんと考えてるっていうのが、はい、ファールが、ね、ここでファールを取り、フリーキック。さあこれ素晴らしいですよ、いやーゴールラッソ、どの距離決めてくんねん、別アングル。いや前半30分で2点、まあ、もう完全ウィーで上ボタン押してるやつですね、はい、これダメ押しですね。すげえな、これで JFL 昇格を完全に引き寄せたなっていう2点目ですね。なるほど、はい、さあこれ前半、30分で 2-0 で、ちょっとまあ鈴鹿は立ち上がりから、入りが悪くてコンと失点してからね、2本ともセットプレーで失点したっていう、ね、鈴鹿なんかちょっと見てると、あの元のフォーメーションをすごく気にしすぎて、松江が自由に動きすぎるからちょっとそこが合わなくなってくるっていう、今のターンもすごく素晴らしくて、ね、まあ間にクリ入りましたが、さあこれがですね、キーパーのこうよく見てください、ここから通るんですよ、右サイドのところに当てたんですけど逆に松江の、いやーそううまっ、宮内、宮内選手これ出場として出てないんです。あ、そうか、出てないのか。そうなんです、松田さんに言わせれた、この試合宮内出てなくて、これですか、エース、スーパースター宮内選手は出場停止なんですよ。代わりにあの赤尾選手というですね、はい、双子の兄弟のね、赤尾亮選手が出てます。スーパーグッポダイレクトでは出してきた、筑波 FC から移籍した赤尾選手がスタメンで出てます。ああ、さあ赤尾選手ね、見た見た、さあこのまだ前半ね、まあ、とにかく、まあ、見てもらうように前半は松江のゲームでした、本当にあの、ね、点差以上に、ね、中身が、あもう3点4点入ってもおかしくないなというのは、松江の選手って本当なんか距離感いいですよね、本当にいいですね。なんか距離感っていう言葉だいぶバズワードなんですけど、いや距離感としか言えないな。さあ、ハーフタイムから、後半スタートしますよ。鈴鹿のサポーターは、さあここから選手を変えます。フォワード、先発だったらフェレーラ・パブロ・ヤン選手に変えてですね、藤沢熱選手、
あのジョージ那須郎さんが鈴鹿のツートップはやばいって言ってた一人がこの藤澤ネット選手、このツートップはやばいって言ってた。いやもう背中やばかったし分厚すぎんだろう。後半はですね、実は鈴鹿が押していくゲームになっていくっていうね、はい、少しずつですね松野選手の距離感が悪くなってね、そうですよね、フォーメーションにこだわり出すとね距離感って悪くなるんですよね。不思議ですけど、そんなイージーなミスするんだっていうあのプレーがちょっと後半は松野選手に出てしまうという、うん、中身的にはそうでしたけど、まあ 2-0 のままずっと進んでますゲーム。あーさあ細かいワンツー、素晴らしい、あーナイスキーカウンター、おーそれはねやっぱりまあ、ここでハイライトが切れてるってことはカウンターはちゃんと松井が封じてるってことですね。はい、これはどの松井と対戦したどのチームもやってくるんですけど、うん、最終的にはロングボールでどんどんディフェンスラインに入れてくるんで、うんうん、そこがまあ松井の、まあ、唯一っていうんですかね、うん、やられるパターンなんでね、はい、鈴鹿はこの後半はどんどん後ろから入れてきますよという。でそれでまあなかなか松井の選手も押し返せなくなってくるっていうのが後半の中身さん、こうやってどんどん入れてくるんだね。いやーただなんかちょっと先の話すると JFL ではめちゃめちゃやられるでしょうね、これロングボール構成はあるでしょうね。松井その対策をどうするか。そうですね、いやー打ってきた、まあ、これは鋭いあの枠に出ました。いやもう下手すりゃ J リーグより果敢に打ってくんな。打ちますよ、あのレンジで強烈に打ってきますからね。これこう鈴鹿は後半がどんどん時間が進んでいくと、ね、もうセンターバックのコリン選手も前にずっと張り付く、あの、まあ、要するにセンターバックがずっと前に上がってるっていう状態も見れたので、ピン張りでね、うん、この中盤から、まあ、カウンターでなんとか、はい、こうやって松田がゴール前に行くって感じですかね、うん、いやーおめでとう、キーパーの勇気。うん、あーグッボー、これはいいボールですね。あーちょっと中は抜けなかった、一回戻してから、あーナイスボー、すげー、 まだあるんですよ、キーパーも出たな今。じゃあこの松江の守備をね、この寄せ方とオフサイドですね今の、はい、さあ、鈴鹿選手3人目入れてきますね。藤田選手を入れますねこれで、うん、いや、うん、あのコメントで今ありましたけど、いや全然JFLで通用すると思いますけどね。いやー来た、このカウンターの形があるかないかってやっぱでかいですね、うん、JFL までって、うん、まあでも松江の選手もハイボールでもああやって中盤のところでガーンってちゃんと競り合うし、あの果敢に基本的なことはやってますよね、うん、だからボールウォッチャーになって足止まっちゃう時間がどこで来るのかとか、多分そういう話のような気がしますけど、相手より先にね、あのゾーンに入って走って、そうですね、お、どう受けましてる、うん、この赤尾選手がですね今の接触プレーちょっと痛んで、はい、まあプレーオンなんでずっと続いてるんですけど、はい、この宮内選手の、はい、出場停止に代わって先発した赤尾選手がですね、ここでダメだった交代で、なんと控え、これ選手交代するんですよ、はい、赤尾選手に代わって赤尾選手が出ました、双子の赤尾俊選手が、はい、同じ顔してる、同じ顔してる、どちらがお兄さんかどちらが弟か私すみません把握してないですが、あの双子の兄弟で選手交代、はい、なんとメモリアルな、うん、はい、この試合は JFL の昇格を決めるゲームですからね、うん、赤尾ブラザーズにとっても兄弟揃って出場したよっていうちょっと映像残しておこうかなと。さあこれ
もうついてたディフェンス、あー滑っちゃった、ういコーナー取ると、うん、さあ、鈴鹿のセットプレーですね、うん、これはコリン選手かな、はい、いやー、まあ、スライディングってやっぱしちゃいますよね。コリン選手ちなみに東京ヴェルディから移籍した選手でね、ヴェルディのユースから選手ですけどね、はいはいはい、コリン選手、あー、ここでいたんだ、なんせ1日おきですから3試合目という、ね、中で、ね、激闘をやっております。さあ選手交代、33番の選手、うん、三浦選手ともう一人、小西選手が下がるのかな、もうこれで今、後半の40分ぐらいですね、はい、2人変えてこれで4人目ですね、はい、満身創痍ですね、うわ満身創痍ですね、もうみんなちょっと足気にすんもんな、いや戦ってんなマジ、わかんない人、スコアはずっと 0-2 のままですが、はい、あのもう鈴鹿のこう圧がどんどんかかってくるっていうね、うん、入れますよ、ここからもドーン、コリン選手ドーン、いや強軸全然ぶれへんやん、すごいですね、もうアンリミテッドがずっと聞こえる、うん、女性の声がやっぱ聞こえてくるのすごいです ね、 そうですね、いや正直日本独特だと思いますよ、そうですね、うん、うわー前浮かれた、あそこ今ぽっかり開いてましたね、いやー、うん、いやーいい決断、シュートの決断が早い、さあこれで最後の交代を入れましたね、22番の選手に代わって、あ、いい落とし、いや難しいか、これがラストプレーかな、あーコーナー、コーナー取る、ショートコーナー、ショート、これもアディショナルタイム入ってます、先制ゴールを見た酒井選手がねゆっくりこう、まあ、アディショナルタイムが4分っていう状態で、いやこういう試合のああいうなんかクロスボールのところって実況しなきゃいけないですから、うーんって言っちゃうんですよね見っちゃうから、さあこれで試合終了じゃないですか、あ以上 0-2 で、まあ、2-0 で松江市という場所、さあここからはちょっとこうね試合後のねこれで優勝と昇格を決めた松江の選手たちの様子も含めてちょっと見ながら、はい、喋りますが、どうですか松江さん、このゲームは 2-0 ですが、いや、 やっぱこうやって今この握手している選手たち見ても身長差でいうと松江の方がそんなに高くないような感じやっぱするんですけど、走りは勝てるんですね、そうですね、どうやって計画的に走るかなんですよね、きっとボールもよく動くし、ジョージさんが理想とするサッカーってこれですねって僕が聞いたのはこれなんですよ、相手を疲れさせるっていうね、田中さんってやっぱすげえんだな、すごいですねこれを3年かけて作ったっていうのは、さあ喜ぶ控え選手たちがね一斉に元気いっぱい、もう入っていいって、わあ。宮内選手抱きついてると思います、あの茶髪の、そうですね、なんだかんだやっぱチームに愛されてるこのなんていうんですかね、やんちゃ坊主っていうのがいいですね。さあ2位で終わりましたが、鈴鹿もね、あの来シーズンの JFL 昇格をね内定してます、はい、ミニオンがいる、ミニオンがいるはるばる島根県松江から来た、ねね、人たちの前でこうやって、その後ね、ここであのトロフィーとかをね掲げたりするんですよ、あ、うん、まあ、ちょっと見ましょうか、あ、ちゃんと作ってきたんですね、あ、いいな、カメラ、あ、このなんか逆光いいですね、逆光今これ撮った人がここにいますか撮る、あ、そう、これですね、これ最初みんなでね
サポーターと一緒に映ろうなんつって、はい、もういっぱいカメラマンいるからね松江のあの広報の人撮っちゃって今広報の人ですよ、スマホで撮ってる広報の人撮っちゃって面白いですねいいですね、撮影の撮影でしたからさあ、ね、温かく守る田中、うん、もう名称と言いましょうかね、田中さあ、ラディこれ面白かったんですよ、一回キャプテンがこう喜ぶ、うん、二人目選手お前やれよっつって乗らない乗らないっていうねこれね、あのお約束みたいですね、松江の選手たち仲いいですね、仲いいチーム見るのって本当楽しいですね、楽しいでしょ、あの今のシーン面白かったですけど、もう一回あるんで、あの特別にこれ編集しました、これこのメインスタンドの人ね、はい、ありがとうと、これ表彰式のねメダルもかけてもらって記念撮影だっつって、これですよね、もう松江シティのジャージにあるスポンサーの多さで、これをもっと多く集めて、これキャプテンがまず上、あ、みんなで、ね、イエーイ、で次もうダチョウ倶楽部のお約束みたいなね、お前やれよ、いけいけっつって、いけいけいけ、まあ同じ人じゃないですか同じ人ですよ、さっきとというお茶目なね、出口選手ね、出口選手、すごいこうチームがね、あのみんな一つになってね、仲良しな、いいですね、あという最後胴上げで、あのキャプテンの胴上げの映像でやれんのかーいいいですね、ルネッサンスが起きましたね、はい、いいですね、なんかこういうね、あのちょっとシーンもね、この、はい、こういうチームの、うん、いや大事です、いや、なんて言ったらいいですかね、まとまりを感じるかなと思って、はい、社会人のサッカーじゃないですか、はい、急にやっぱり勝った瞬間だけは小学校のチームからずっとなんかこうやってる、ね、あの感じが残ってるっていうのはやっぱすごい愛せますよ ね。さあ、ここから試合後のですね、会見含めて、インタビューを聞いてもらいますが、はい、最初にあの鈴鹿アンリミテッドの唐島監督から始まります、うん、その次に松江の田中監督、はい、その次最後選手は3人松江の選手が、続きますが、1人目が長谷川選手、あの2点目 のフリーキックドーンって決めた、はいはいはい、長谷川選手で、松江の2人目が酒井選手、あの19番あ、はい、そして3人目に出場停止でしたが宮内選手、スーパースターもスーパースターを最後、私は僕スーパースターで締める、初めてだわちゃんと喋ってる聞くの、はい、5人立て続けに、インタビュー聞きますので、はい、それぞれの、うん、この今度は勝利を勝ち取った男たちが何を思ったかというコメントをインタビューで聞いてください、よろしくお願いします。プラン的にはちょっと前半 0-0 で守って後半勝負っていうところがあったんですけど、ちょっと早めにセットプレーで1点先制されて、で2点目も結局セットプレーだったので、まあ流れの中でまあ際どいのあったんですけど、しっかりしのいでて逆にチャンスもあったので、そういう点ではちょっともったいない前半だったなと、うん、で後半ある程度、まあ、リスクを負ってでも、まあ、前に出ていったところあったんですけど、まあ、点は取れなかったんですけど、まあ、最後まで選手はしっかり頑張って、まあ、諦めずにやってくれたんで、まあ、結果は負けはしたんですけど、まあ、しっかり戦ってくれたなというふうには思っています。試合なんでどんなメンバーでもどんな結果になるかはやってみないとわからないんですけど、特にまあ頑張ってやってきた選手が全く強い機会なくて、まあ、終わるよりかは当然出れなかった選手もいるわけなんで、全員必ず使ったっていうわけじゃないんですけど、まあ、その中でもトライして次につなげたい部分と、である程度その戦術的なことを考えたら、まあ、こういうメンバーだったらこういうふうにやっていこうっていうのはもうミーティングでも話したので、まあ、そういう点ではトライできてよかった部分もあったので、もう3戦全く同じメンバーでやるよりかは、まあ、僕自身も収穫ありましたし、まあ、やった選手もそれぞれ感じたことがあったので、それを、まあ、この先つなげていってもらったら、それはいいことだなと思います。一番この、はい、まあ、岐阜の予選ラウンド、うん、決勝ラウンド6試合通して一番苦労されたこととか、うん、まあ、昇格は決めたわけですが、うん、やはり、うん、このマネジメントで監督業としてのマネジメントの難しい点というのは 何を思いますか。
まあ、1年間その積み上げてきた中で対、まあ、その時その時の戦術でどうこうっていうこともあり得ると思うんですけど、いや、そうじゃなくて、僕とその選手との信頼関係の中で、まあ、対選手より、まあ、ここはやっぱり使っていきたいとか、ここはまあ、なんて言ったらいいの、対一人の選手と僕のそこの信頼関係で納得できる起用を心がけたっていうのはありますよね。はい、まあ、なんかそれがまあいいのかどうかわからないんですけど、僕はずっとそうやって、まあ、選手との部分を大切にしてきたつもりなんで、当然全員が全員じゃないかもしれないんですけど、まあ、その中でベストのパフォーマンスを出してほしいっていうところがありました、ね。まあ、そこはすごい大事に考えました、ね。中でも、はい、そうですね、この鈴鹿でそれをやり通せたというのが、うん、はい、この大会を全体を通しては実感としてはある。そうですね、まあ、それに本当に選手が応えてくれて、で選手層がバーンって熱くなって、でファーストメンバーも、まあ、力を発揮してくれた、まあ、それは本当に良かったなというふうに思います。改めて対戦してみて、その松井シティというチームはどういうふうに評価されますか？前線の選手はすごいハードワークできますし、全体的にやっぱりボールが使えて、バランスを取れたいいチームだと思いますし、まあ、優勝するのにこうふさわしいいいチームだったなというふうには感じています。監督、ジャイブイル昇格おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合振り返っていかがですか？まあ、厳しい試合ですよね。鈴鹿さんもメンバーをちょっと落としながら、その相手とどう戦うかって難しいことだと思うんですけど、まあ、それよりも選手たちがね、最後の試合でやっぱり最大限努力をすると、そういうことをやってくれたんですね。こういう結果が出たと思うし、まあ、選手には本当におめでとうと言いたいですね。ただ今までやってきたことをね、我々の目指しているサッカーというのはこういうことだと、それを全てこの試合に出せるように、それをみんなで助け合いながら臨んでいこうということです。僕も島根県出身じゃないんですけど、行ってあまりにもサッカーの熱がないんで、まあ、これでやっと役割を果たせたなと。ぜひ島根県の皆さんもサッカーを応援に来てくださいと、まあ、そうじゃないとまたしぼんでしまいますから、まあ、せっかく一時の熱だけじゃなくてね、ずっと長くサッカーは素晴らしいスポーツなので、ぜひ応援していただきたいし、スタジアムにも足を運んでいただきたいと。いつも日頃から応援していただける、皆さんに本当にありがとうございました。伝えていただきたいです。このチームを、最初に来た時から2020年に J リーグを目指すんだという意気込みの中でね、来たんですけど、まあ、そんなのはとんでもない話だね。で実際にチーム作りをして、まあコツコツと3年かけてチームらしくして、で今年は、もうチャレンジの調子なんじゃないかなということで、まあ、気持ちを入れてったらおかしいですけど、みんなでね協力し合いながら、作ってきました。今年は満を持してという、そういうほどでもないですね。その年取ってたら満を持してなんてそんな関係なくて、別にやりたい時はやればいいし、ね、でやってくれって言われたらやればいいし、そのなんていうんですか、切羽詰まってこのクラブを何とかしなきゃいけないとか、そういう役割ではないんですね。で現場の監督としてサッカー、まあ、我々が今扱っている選手たちっていうのはカテゴリーがずっと下で、そこに日本代表チームの戦い方を真似しろって無理なわけですね。 J1、J2 のチームたちをね、そうじゃなくて今できる範囲の中でサッカーはもっともっと良くなる、あるいはサッカーって楽しいよなっていうサッカーをやりたいということで、やってきましたので、それでまあ今回上まで行けたんでね、間違ってなくてよかったなと今ほっとしているところですね。前者の時や予選ラウンドの時は割とどっしり構えたのは、今日は割と声を多く出せて、実は、まあ今日ね、いろいろこう多分言いたいことを修正したいことがたくさんあったのかな。修正したいっていうか、今まで見たことない監督のあれだったんですよ。あ、そうですか。やっぱ貸したかったんでしょうね。やっぱりそうです、その気になってね。ただやっぱりミスが多いんでね、そのミスの修正ですね、はい、やっぱりあのぐらいのボール、あれぐらいのスパースピードをどんどんミスするようでは
上ではとてもじゃないと使えないし、まあ、そういう意味では、まあ、これは、この地域リーグの、ね、選手たちのレベルをもっと上げるためにももっともっとやらないといけないし、あのとにかく取ったボール、奪ったボールを簡単に相手を出してしまうっていうのが僕はあんま好きじゃないので、私はあのこの試合が昇格がかかったゲームというよりは、やはり田中監督が目指すサッカーがどれだけできているかという方にも、そうですね、あのそれができれば勝てると思っていうことですね、はい、結果上がれるだろう、それよりも今目の前のだろうとは思ってなかったですけど、まあどこのチームも強いんだけど、特徴がやっぱりこうロングボール主体のチームなんで、そこはなんとかなるだろうなと、ただしあくまでもこちらの選手たちのクオリティの問題で、ちゃんと攻めれれば、ボールが試合できればいけるだろうけど、そういうのはできないですよね、やっぱり相手もいることだし、まあ、今日のゲームに限って言えば、先制点、あるいは2点目を、スムーズに取れたセットプレーですけど、いつもセットプレーでやれてるんですけど、今日はセットプレーで勝ったと、まあ、選手たちがいかに勉強して、成長してるかなっていうのがよく分かったと思うんですね。まあ、その中でやっぱり今度は我々が本来目指しているサッカーの、ベースですね、そこのところだけですね、そこがすごい決勝なのに何を緊張してるんだという、うんうん、楽しむぐらいの余裕も投資になっているのがあるし、それが今日の田中監督がやたらベンチから出てるのはそういうことだったんですね。そうですね、やっぱイージーなあのミスが多いって、非常に怒られてたのが珍しいな、なぜそういうことを選ぶのかも、うん、やっぱりそれは選手たちにもプレッシャーがかかるし、攻められちゃいけないしリードしてるし、まあ、そういうことが逆にあのそういうプレッシャーになってしまうというか、怖がってしまっている1点だけ最後お聞かせください。あの宮内選手がイエローカード2枚の累積で出場停止になったんですね。宮内選手の存在というのは、まあ彼の場合はね、出てる出てないのは違いますか。そうですね、逆に言うと最近はちょっと慣れすぎてるかなっていう、もっとクオリティ高めてもっとシンプルにできるはずですから、そうするともっと怖い選手だと思いますけど、やはりこういうドリブル主体になりすぎたら、やっぱりこうあの味方とのハーモニーっていうかね、はい、そういうあの回数をもっと増やさないといけない。今日出場しなかったことは特に何も影響ない、しょうがないと思ってるし、はい、全然そこには残ったメンバーで戦うしかないわけですから、はい、出てきた人は社長でございます。社長が囲みでインタビュー受けた。もう本当に1年間、まあ、去年からだと2年間ずっと目指してきたところなので嬉しいです。そうですね、今年無敗できていて、で最後の最後で負けたら意味がないっていうのをずっと思ってたんで、本当結果が出せて嬉しいです。フリーキックそのまま直接という感じでしたか。はい、そうですね、蹴る前に自分の好きな距離感というかゾーンに入ったというか、なんか蹴る前からも入るんじゃないかっていうのは正直思ってました。今日は後半は特にまあ松江らしくはなかったですけど、はい、あの後ろ4枚で集中してとにかくゼロでいこうという話をした。その中でもセットプレーで2点取ったことはすごいなって言ってました。いつもセットプレーでやられてるチームだから、それは選手が成長したんじゃないかと冗談半分混じるかもしれませんが言ってましたから、まあ、気持ち的にはすごい楽になりました。ディフェンダーですし、一番その悔しいのはその、そうですね、まあ、崩されて入れられるよりセットプレーの方が悔しいかもしれないですね。それは今日は逆に、はい、そうですね、田さんのフリーキックでやり返したというか気持ちの面でもまあそれで優位に立てたんじゃないかっていう、非常に気持ちいいゴールですね。そうっす、まさに値千金というか、ジェフェルをこれで取ったなっていう。チャンピオンズリーグ6試合振り返って、はい、ここが山場だったなっていう、ここが大一番だったっていう、今振り返るとどこのゲームかありますか。まあ、僕個人としては3戦目の1次リーグの3戦目のサウルコス福井の試合だと思います。まあ、前半福井 の時は完全に押し込まれていたん で後半どう修正するかっていうところで、まあ、交代枠もうまく使いながら、まあ、なんとか追いついて、でまあ最後の10分ぐらいのところでそのベンチに引き分けで終わるのか取りに行くのかっていう話をして、まあ、ベンチ側は、まあ、そこは気にせずにやっていけっていうところで、はい、なんでまあまあ、引き分けでもよかったとは思ってますけど、まあ、そこでこう最後勝てたっていうのは、まあ、運も味方してくれたんじゃないかなっていうのは思います。いやもう1戦目と2戦目やっぱ決めるところで自分が決めきれてなくてチームに迷惑かけてたんで、やっぱ今日はもう
先制点絶対取りたいという気持ちで臨んで、最初のチャンスで決めれてよかったです。あの前者の優勝とチャンピオンズリーグも優勝して昇格と、あと中国リーグリーグ優勝と、はいはい、最高の成績を上げて、この今年のチームはここが一番優れているんだっていう点はたくさんあるんですよ、はい、田中監督が作り上げたチームの3年目っていうのはこういうとこだっていうのはご自身ではどう思いますか。やっぱり攻守の切り替えで、そこをみんなしっかりやるし、でなんかリードしてたりしても結構あんまり邁進する選手とかいないので、やっぱどの試合も全力で戦える選手が揃ってたから、やっぱそこが良かったのかな。やっぱ来た当初はまだちょっとチーム、まだ1月2月の頃は、はい、まだそんな完成してないなと思ってたんですけど、やっぱやっていくうちに夏過ぎてぐらいからやっぱチームの状態もどんどん良くなっていって、まあずっと負けることなく試合が続けてたので、まあ良かったなと思います。チャンピオンズリーグの予選を含めて6試合の中で一番この試合がキーだった山だったなと思う感じた試合は6試合の中ではどこが。そうですね、やっぱ予選の初戦のコシアス京都戦ですね、うん、やっぱあっこで、まあ、追いつかれたけど、あの試合は突き放して2-1で勝つことができたんで、やっぱそこで乗ることができて、なるほど、2日目、3日目につながったと思うので、やっぱその試合が一番キーになったと思います。イエロー累積となって、今日はスタンドで試合見てたと思うんですが、もどかしい気持ちを持ちながらも、どうですか、今日の。まあ、そうですね、まあ、自分でやっぱ最後試合出て、まあ、チームの勝利に結構貢献したかったんですけど、まあ、2日前の試合で累積になってしまって、まあ、ちょっと自分でも悔しい気持ちはあったんですけど、まあ、仲間のことを信じて絶対やってくれるなって思ったんで、もう喜ぶ準備だけしてました。もう試合終わる5分くらい前から小躍りしてる宮内さんを見かけて待ちきれないというやっぱり1年間通してかけてきた思いの強さは宮内さん特別だったと思うんで。まあそうですね、もう本当みんなが多分そうだと思うんですけど、本当 JFL っていうやっぱもうやっぱ2チームだけなんで、本当難しいと思うんで、本当にでも先輩ともやっぱ何年も上がれないっていう話聞いてたんで、もうその人たちの分までやっぱ自分たちがやらないかなっていうのがあったんで、本当に昇格できて嬉しい限りですね。今年松江シティが負けた試合は確か天皇杯だけで、そうですね、はい、長崎戦リーグ戦全勝、チャンピオンズリーグ刈谷に引き分けただけで全て勝利、これは多分松江シティの歴史上初めての、そうだと思うんですけど、まあそんなにこだわってはなかった。そのシーズンに最もゴールやアシストで貢献したのが宮内さんだと思うんですけど、俺がこのチームを昇格させたっていう、まあそうですね、その気持ちはもう当然強かったですね。このチケット6試合振り返ってみて、はい、まあ5試合出ましたが、はい、一番ですか、まあ、今だから言えるここが本当に一番ハードだったんじゃないかな。まあ、そうですね、やっぱりもうこの決勝ラウンドの初戦の SC ガリア戦があると思うんですけど、やっぱ、まあ、勝てた試合でもあり、粘り強く守れたっていうのはあったんで、はい、まあそこでちょっと逆転されちゃってたら多分チームの雰囲気も悪くなってたと思いますし、まあ、そういう面でやっぱあの初戦で引き分けれたっていうのが、まあ、すごい大事な試合だったのは、それは大きかったと思います。全然早いですが、まあ、JFL を決めて、はい、皆さんのサッカーの選手としてのキャリアもこれからまた花を咲かせると思うので期待してます。そうですね、はい、ありがとうございます。というわけで長い特集 V もようやくスーパースター宮内選手で締めました。スーパースターの前髪はなかなか絶妙な長さでしたねどこにどう落ち着くんかよく分からなかったけど、松井シティの選手に大会中も会うたびに言われたのは、うん、週明けイレブンをほぼ全員見てるらしいです。宮内選手も週明けイレブンを見てると言ってたんで、すいません、すいません、別にほんますいません、今のなしです今のなしです。さあどうぞ、あの
短めの感想どうぞ。いろんなこの2試合目のね、はい、松江シティ。そうですね。しましたね、1個毎回田中監督が出てくるたびに、あれの松本の反町さんなのか、うん、あの琉球大柏の本田さんなのかわからないで、それが言いたいの。そう、いや、ね、ただ、はい、やっぱね、あのちゃんと哲学を持って、うん、やってる監督ってその、うん、練習中めっちゃ怖えんだろうなっていう、うん、なんかこう緊張感あるじゃないですか。すっげえある。あのひしひしやっぱねちょっと好きっすね俺、うん、うわこの人怖えんだろうなって思いながら話聞くのすげえ。実際僕も田中さんとあのね前者やこう地決の予選と決勝、はい近くにいたけど怖かったもん。いやまあそうですよね。やっぱ。いやビシビシ来るんですよ、本当。あの怖いっていうのはその、畏敬の念というか尊敬の念を込めて言いますけどね。うんうん、そうなんです、そうなんです。指導者として本当厳しい人と思って、はい、あの特に僕もインタビューで聞いたんだけど、うん、この後半の45分はすげえ怒ってんのよ、ピッチサイドで。そうですね。普通って言ったら失礼かもしれないけど、はい、だって 2-0 で勝ってて昇格決めるみたいな試合じゃん。はい、そうじゃないんだよ、うん。なぜそこでミスしてんだお前ら使う。いやなんか最後まで田中さんは田中さんだったなと思って、いや僕は素晴らしい指導者を生でたくさん見れて本当に幸せでした。もうなんか宮内選手が周りの選手をもっと頼り出したら松江めっちゃ強いですよ多分。すっごく JFL の来シーズンもしもこのメンバーがそのままいてね、はい、監督も同じだったらもう本当、うん、楽しみだ ね。いやそしてこの松江シティがね、ケイさん一番苦しんだのが前者の時のアルティスタなんですよ。そうです、10月、あのスカウティング準々決勝かな。そうですね、北海浜のね。いやそして我々はあのもう岡田選手にもう心から抱かれたっていう、ね、ファンですもん。あのそうだね、前者と地決を通してみれば一番苦しめたのは確かにアルティスタ集まだったかな。いやあれはいい試合だった本当に。何ゲームって言ったらいいの、そういうミラーゲームとは言わないのか、なんかその本当にちゃんと対策してて、そうなんそうなんそうなん、本当にね松江の良さは出ないっていうね、うん、良さを消すために自分たちを犠牲にするってやっぱなかなか選べない選択肢ですからね、うんうんうん、ワーワーサッカーに対してあれがもうベストですよ。だからまあ、唐島監督もおっしゃってたし、ベーガ監督も、うん、ジョージさんもみんなおっしゃってた、松江シティのサッカーは本当に素晴らしいし、うん、優勝するにふさわしいし、はい、あのそういう負けた側の監督たちもね本当に、はい、あの素直に、うんうん、本当に松江のサッカーは素晴らしいよと、うんうん、これが一つの日本のサッカーのさこの5部でこんだけできてるっていうのはやっぱ本当すごいことだと思うし、いや本当あのその週明け10人の皆さんほど、うん、僕はまだ正直やっぱ地域リーグ見れてないし、うん、分からないとこあるんですけど、うんうん、そうだね、今年から見てるもんね、はい、なんかあの松江シティとその松江市に挑んでいったあのチームたち の、うんうん、そのなんか相関図がやっぱ正直安高校を見てた時とちょっと近い高揚感があるんですよ。 な、うんうんうん、なんか変わるかもっていう、うん、そうだね、初めて見たのに変わるかもって思わされたぐらいやっぱすごい印象的でしたね。いやーいいよ、ほんと良かった、いい特集だわこれで、2018年の地域チャンピオンズリーグの週明けイレブンの特集としてはこれで最後でございます、うん、皆さんお付き合いありがとうございます。長い時間ありがとうございました、うん、そしてあのインタビューを受けてくださった監督選手の皆さん本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。本当に特にねあのジョージさんもステッカー作るんで今日か、そうか、今日かな、今日かなあのすごくいいあの一期一会だなってやっぱ思ってサッカーって、うん、いや本当今年はすごく出会えたと思うから、はい、また見に行きたい、また会いに行きたいと思う人が本当にたくさんいたよね、はい、ね、素晴らしい。ここにも水野春夫さんいますもん、ね、サッカーって本当素晴らしいですね。さあ、はい、ということで特集は終わりです。はい、積み残しは、試合のレポート含めてありません、うん、ただ一言言っときます。ジョージ・オナシロインタビューだけは別途あるので。あるんかい年内まだあるんかい。この秘訣の話じゃない、はい、僕が本当にジョージ・オナシロという男、はい、というか僕は敬愛するね、本当に尊敬するジョージさんを日本のサッカーについて聞いたインタビューは、うん、来週か再来週にあると思います、ね、ジョージ・オナシロっていう特集があるジョージ・ヨナシロ特集をやりたい。ジョージ・ヨナシロという以上、本日の特集終了で終盤に行きましょう、はい、投稿コーナー、投稿コーナー行きます。というかあれかな、川柳、あ、さあ川柳、先週の川柳、じゃあちょっと川柳、川柳も実はあの紹介文あるんですよ、はい、普段読んでない、ちょっと今日読みます。どうぞ。フットボールカルチャーと日本文化の融合、そして、
ファンカルチャーの成熟度を高めるための脳トレ企画、脳トレ企画でした。脳トレ、うん、夫な参謀長が師範代となり毎週番組で神の句を発表します。視聴者の皆さんはツイッターで週明け川柳をつけて、はい、中下の句をお気軽にツイートしてくださいというのが本来だったんですけども、うん、それが神の句を発表するんじゃなくもうテーマを発表するというところに変わり、ね、新ルール、ね、週明け川柳今まで来ましたというんです。先週のお題は何でしたっけ、先週何でしたっけ。まだ終わらせないだ。まだ終わらせない。いや結構むずいっすよね。さあ、じゃあその先週のお題による、はい、我々主役イレブンのスタッフが選びました入選作品はこちらです。はい、ドンと思いきや、今週は投稿数が少ないために入選なしと。じゃあ保留。若干あの数名1名ね。はい、ありがとうございます。投稿いただいたんですが、すいません。入選ではないという。いやもうねみんな忙しいんですよ。ちょっと難しいお題っていうのもあって ね。あとこうシーズン終盤戦でみんなね、うん、週末マイクラブのいろんなので忙しいからね、はい、多分週明け川柳のことは多分皆さんあのほっとかれたと思うので。そうですね。さあじゃあ、入選作品なしということで15回のお題出しましょう。15回ズドンシーズンチケット出ました。来ましたね、シェフチェケット。これはねニューカッスルの映画でありましたね。そうですね、さんが紹介した僕紹介したやつ皆さん、まあ、皆さんね見てください。あの過去作品映画でもシーズンチケットありますが、はい、あの皆さんがそれぞれシーズンチケットにまつわる、うん、サッカーを感じさせる、はい、サッカーのね喜怒哀楽ね。いやこれはあるでしょう皆さん。これ何かあるでしょう。さすがに皆さん、ね、もういろんな思い出だらけでしょ。シーズンチケット、はい、買えたか買えなかったか。シーズンチケットを入れても入れなくてもいいというね。そうですね。チケットを無理やりまあ7文字と捉えれば、はい、まあ、中野くんで入れてもいいですよ。字余りでも別に字た、はい、もう何でもいいんですけど、ただシーズンチケットがまつわってる感を感じれれば、ね、逆に書いてない方がおしゃれですから。そうですね、はい、まあ、うまくあのこの脳トレであり腕を ね皆さんのスキルをね、腕を上げてほしい。参謀長の腕はこうです。さあ週明け川柳ハッシュタグをつけてご応募ください、はい、以上お題発表終了。さあ次は投稿メールです。はい、はい、さあ行きましょう。投稿メール、番組では皆様からのお便りをお待ちしております、疑問質問ネタイベント告知などメールや写真動画1分以内、月間最優秀者には、激レアユニ私が、着てるやつこちらです。今回はベルマーレ、はい、プレゼントしますので、メール週明け11 at gmail.com かツイッターの週明け11のメッセージの方まで、gmail の方がやや反応が私たちよろしいです。そうですね、はい、というので、ちょっと放送前日の夜9時半までとはありますけども、なるべく早めに、いただければとお願いします。ちょっと先行があるんでね、スタッフが寝不足にならないようにはい、ぜひ9時半頃にお願いします。はい、じゃあ今週の1通目、はい、どうぞ。メールですか写真ですか。動画ですか。いきなり動画、じゃあ動画見ながら、動画見ながら喋っていいんですね、はい、お願いします。じゃあもう松田さん読んだ方がいいですか。はい、松田さんからいただきました。参謀長松田さん、そして皆様視聴者の皆さんこんばんは。最近いわき FC サポーターの中でゆるキャラ扱い、雑な扱いをされているマサルですと、今回11月25日に行われました地域 CL 最終ラウンドにお邪魔してきたので投稿したいと思います。うん、まあこのろうそくが何なのかと、鈴鹿ランポーレ時代から数えて10回目という、地域 CL 挑戦の、鈴鹿アンリミテッドさんに、10本のろうそくを立てて、ケーキをプレゼントし火を消しましたと、いつまでも仲良く交流していきたいと思います。来季は東北一部、東北の皆様よろしくお願いいたします。特に、斎藤大元帥、いわきに遊びに来てください。もてなしますということで、なさりさん、ありがとうございます。いただきました1本目。はい、いいっすね、なんかこういう裏の交流いいっすね。さあそして2本目、出ますか。写真です。じゃあ、また動画です。これですね、参謀長松田さん、ゲストさん、いつも楽しい放送ありがとうございますと、奥ちゃんさんが送ってくださったのが、なんとですね2011年東日本大震災の年の JFL2 シーズン目の、松本山雅の試合と。へー、どんだけレアなんだ。黄色ユニですね。黄色は柏レイソルです、ね、あレイソルと、はい、天皇杯なんですかね。 JFL2 シーズン目のこれ黄色ユニは違う、これが山形か。違う、横川武蔵野でしょ。失礼、小林洋介選手。そう、はい、それあの参謀長のアミーゴです。大失敗、失礼。もうね、アミーゴなんですね。今フロントです、松本山形の。山賀から横川に移籍して、そうですよね、そして凱旋、ある意味戻ってきた。それで
小林選手のゴールで、はい、あの横川武蔵野が勝つっていう試合をね、アルウィンの山川ファンはスタンディングオベーションで相手チームのフォワードをね、何だろう、 JFL の山川の動画ってすげえいいっすね、超貴重、うん、いいっすね、この当時の奥ちゃんさん、なんか博物館やりますもう、あ、引き分けだったんですかこのゲーム、すいません、ね、失礼しました、1-1だったのね、1-1 2-2 だったのね、はい、2-2か、失礼しました、奥ちゃんさんすいません、ちょっと文章割愛しちゃいまして、あのいつもね、あの特集が盛り上がっていつもね、あのその懐かしのいい、そのそうなんですよ、ローカルフットボールを感じさせる松本のね、この奥ちゃんさんを選ばないわけにはいかない感じのこのボリューム感いつもありがとうございます。以上ですか今日という2本でございました、はい、ということで、じゃあ皆さん投稿待ちしております、来週も、再来週も12月中まだ、はい、うん、募集しておりますので、この引き続きこのベルマーレのベルマーレ、はい、はい、さあこちらですということで、さあ来週のスケジュール、スケジュールいきましょうか、はい、そのスケジュールの間に着替えをどうぞ、なんか、ね、最後こうやってドーン、さあもう何、もう何を置いてもプレーオフ、もう J リーグはね、そりゃそうでしょう、この試合がいよいよ最後ですか、はい、最後の椅子ですか、いや、そして天皇杯が準決勝と、いや、天皇杯の方がもう明日じゃないですか、明日準決勝ね、明日仙台山形ってすげえな、なんかまあそうですね、正月にやっ、浦和鹿島っていうのはなんかね、はい、天皇杯のファイナルみたいなカードですけど、この仙台山形っていうのがね、どっちか勝った方がファイナルですから、すごいですね、東北すごいですね、東北あっちいな、やっぱ今、うん、さあこれですぐ勝った方が決勝が9日にある、今週中にもあのアントラーズが、クラブワールドカップに出場するために、はい、天皇杯のカレンダーは一気に前倒しになるっていう ね、 うね、できるんじゃんカレンダーみたいな、てか鹿島やばないですかスケジュールすごいよねえ、これでだってもう15か何かからクラブワールドカップでしょ、いやもうボカ対リベルの日ではないよ、ね、これは、そしてあのまあ触れますが12月8日土曜日ね、はい、土曜日はジュビロ磐田ヤマハで、いやもうこれは見たい、いやこれ絶対おもろいでしょこのカード、俊介中村がね、はい、出るんですかね、どうですかね、川又選手もね、フォア、ね、あの代表に復帰した川又選手もね、はい、12月5日の、あ、なるほど、あ、いいです、はい、あの、はい、軽くしますね最後に、はい、はい、ここも注目ですよね、うん、うん、いや楽しみだな、因果因縁を感じますね、ジュビロ対ベルディなんていうカード、そして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 、さあこれで次の試合予定は、あ、これでオール、おー、じゃあ地域リーグ的にも終了でいいですか、 あれですよね、1個触れとくのはあれですよね、東北2部南の1試合不明問題、あ、まだあの情報ください、どこでしたっけ、分かんないカードは、なんかもう2週間ぐらい出そうですね、仙台、仙台ユニバース、秋田大学、あ、そうです、仙台、あの秋田の秋田大学、あの仙台、はい、仙台、仙台、仙台大学、仙台ユニバース大学、まあ、我々も調べますがね、そうですね、はい、もう東北こんなに暑いんだから、ちょっとホームページを、来週の放送では、あのまあ女川がね JFL から東北一部に、はい、あの降格というか戻ってきたので、それで玉突きのように東北2部北南まで一気に、うん、いろんなものが起きたんで、それはあの R ニュースでも触れましたがやりましょう、うん、じゃあ、エンディングですね、はい、予告というか、はい、12月9日の日曜日に、はいはいはい、先週の R ニュースでも言ったんですけど、うん、奈良クラブが、あ、そうですね、南青山で東京でシャレオツ、新体制発表とそのクラブのビジョンを語るっていう会が、ね、はい、あって、あのなんか一般入場はもう完売締め切りらしいんですが、うん、なんと週明けイレブンはですね、うん、メディアであの申請が通りまして無事に弾かれずに、あ、来たメディアだったありがとうございます、あのお電話もいただいたりして、あの奈良からお電話もいただいてね、はい、あの参謀長ぜひ取材来てくださいって言われたんで、来ました、あの多分松田さんもね行きたがってる、あのミスターマイキーとの林 GM にもね、はい、聞きたいし、それも取材した模様がもしもね、はい、年内の週明けイレブンでお伝えできたらいいと思います、うん、そうですね、いや楽しみだな、予告というか、はい、日曜日、今度の日曜日行ってきますっていう、はい、はい、以上、はい、本日のですね、お話ししなきゃいけないことはオールクリア、オールクリア、ありがとうございました、そして私あの告知どうぞ、ベシクタシュ行ってきました、トルコのベシクタシュ、はい、長友さんがいるとこ
長友さんがいるとガラタサライとつい先日あのダービーやってきて、イスタンブルガチガチの熱いダービーを見させていただき、それをあの一緒に行ったあのプロカメラマンのあの神戸の写真を一回投稿もしてくださった、はいはい、あの小中村さんが、はい、カズさんが、ピッチレベルで撮ると、あ、なるほど、トルコの中で日本人カメラマン一人だけ、すげえ、であのイルハンがいて、うんうんうん、でイルハンが呼び止めて、だから、ね、いや日本人珍しかったらしくて、日本語めっちゃうまいですよイルハン、こいこいこいつって、一緒に写真撮ったりしてるんで、またそのカズさんのホームページあの上げとくんでチェックしてくださいという、ご紹介もしつつ、はい、さあじゃあ締めてください。まあ来週以降の企画もねスーパー盛りだくさんで進めていきますので、はい、皆さん、ステイチューンということで、はい、待て我々に運営費を、それではいきます重たい週明けの空気をサッカーでちょっと明るく、週明けの週明けイレブン、また来週クラウドファンディングがやりたい、おやすみなさい。